え皆さんこんにちは、えー、あ,あ、どうもありがとうございます資料館館長の山田でございます、えー、定銀事件から75年ということで、えー、この企画を立てました、えー、定銀事件1948年昭和23年1月26日に起きた事件です まあ、あのこれは日本の犯罪史上でもまあ、稀に見る事件でありまして12人の人が毒殺されるというです、ねまあ、非常に凄惨な事件だったわけです。であのこ,れこの事件とりと研究所がどういうふうに関係しているのかということなんですけれども実はこれ非常にこう深く結びついておりまして。 えーまあ、大きく分けて2つあります1つはですね、この今日のお話にもあるんですけれど、この毒殺事件で使われた毒薬、これがそもそも何であったのかっていうのが、これ、いまだに争点なんですね、毒殺事件で毒のことがわからないっていう、ですねこれ大変なことですね。でこの毒物を作った のがひょっとしたらのぼりと研究所じゃないのかというこういう疑いが当時から言われていました。というのは、登戸研究所に勤めていた書院の方がですね、捜査員に対してそういうふうに発言してるんですね。これは登戸で作った毒物に違いないというような言い方をしている。ですからあの 実は登戸研究所に勤めていた人あるいはその関係者っていうのはその警察に毒物についてアドバイスする立場でありながら同時に怪しいと思わわれてたわけですよ、ね、いたやですからあの登戸関係者はですね731部隊関係者に次いで多く何、まあ、て言うんでしょう警察がこうマークをして。 えー、事情聴取をしています、まあそういう関係でその毒物という点でその上りと研究所とこの事件は密接に結びついているっていうのは第一点です。それからもう一つはですねこの毒物について、えー、との書院がですね捜査過程で先ほどちょっと言ったようにですね えー、これはノボリト研究所で開発された生産ニトリールではないかというような発言をしているんです。で、その後ですけど、これ平沢さんが逮捕された後、やはりノボリト研究所の所員がその新たに毒物の鑑定をしましたということで鑑定書をまあこれは当然警察の依頼に基づいて作成してるんですけどそのお。 鑑定書は当初書院が言ってたのとは全く異なる鑑定書なんですね。これは誰にでも手に入る生産カリだという鑑定書で。普通鑑定書っていうのは残されていた毒物を鑑定して出すのが普通だと思うんですけど実はそもそもその毒物が残されていないので結局どのようにして薬を飲んだ人が 亡くなったのかっていうそういう状況からおそらくこれであろうとかですまあ生産化合物であるということはあの飲んだ人の解剖の結果で分かってるわけですねでしかし生産化合物でもいろいろとあるわけでして一体それが何であったのか誰にでも手に入る毒物であったのかそうでないのか、えー、この上りと関係者が最初に言ってたことと この平沢さんが逮捕された後で言ったことは大きく異なるんですねなぜそんなことが起きたのかこれはですね非常に難しいんですというのはこの平原事件が起きた1948年というのは731部隊関係者とかこの上戸関係者とか戦犯から免責された都市なんです でつまりまさにその面積工作が同時並行で行われていた、まさにそういう微妙な時期にこの事件が起きてるんです。ですから、その単なる殺人事件ということだけではなくて、もちろん殺人事件としても大変なことなんですけれども、まさにそ,のそれまで、えー、戦争犯罪っていうようなことがですね、 追及されていた、そういう流れがあったにもかかわらず、この48年から、それを、なんていうんでしょう、封じ込めてしまう、なかったことにしてしまう、そういう流れがですね、はっきりと現れてくるんですね。ですから、戦後の大きな転換点にもなった事件、まさにこの捜査の過程でそういうことが行われたと。 いう点で,です、ね、非常にこの注目すべき存在であるということで、まあ、この登戸研究所資料館でもです、ね、今お話しいたしましたようにこの事件とり戸研究所それから毒物の関係というのがです、ね、非常に密接先般面積の話とも密接に結びついているということで、えー、これは大きなテーマとしてです、ねえーまあ、企画として 取り上げていこうということで、今までもいくつか企画を組んできましたけれども、75年ということで、改めてこの企画を立てさせていただきました、それから第20次最新請求というですね非常に大きな動きが、まさに今、現在進行形で動いておりまして、それについて、多くの皆様にです、ね、お伝えしたいという思いもありまして、このようなことを開催した次第です。 それではですね、えー、今日お二人の先生に、えー、ご講演をいただくことになっています。だよろしくお願いいたします。えー、皆さんこんにちは。まあただいまあのご紹介をいただきました原里里と言います。今日はこの <coughs> テーマに掲げてありますが、定員事件目撃証言に関する心理学実感についてということで、えー、20時最新請求の中で、私ども、実は私とそれから当時の肩書きで言いますと、日大の厳島幸雄先生、それから北海道大学の中紀子先生と3人で実は鑑定検証を作成しました。私が一応代表で、代表ということか。 意見書の内容をですね、えー、ごくごく簡単ではありますけれども紹介をさせていただきたいと思います。それであの今あの山田館長さんのお話にもありましたけれどもあの毒物のまあ狂気と言いますかねこの問題が非常に大きいわけですがまあ実験室から言いますとあのその、えー、操作がですねまあどこからか知らないけど <laughs> なかなかうまくいかなくなってしまった。 ということがあって、その後、じゃあ、捜査側はどうするかというと、まあ、当初からありました、その、目撃証言というものを頼りにしながら、犯人を探していくっていう、まあ、この方向しか、まあ、残ってなかったんだろうということで、それでたどり着いたのが、まあ、この、平沢さんということになるわけですね。で、私たちは、その、 目撃証言というものが、本当にあの戦略的に考えたときに、どのように。捉えることができるかということを、まあ、検討いたしましたので、今日紹介をいたします。よいしょ。はい。今日の話は一応この。流れでお話をしたいと思います。まず、あの一つ目は目撃証言の危険性ということで。 まあ心理学という中で目撃証言というのはどういうふうに考えられているかということについてまあごくごく一般的な話でさっとですけれどもその話をいたしますそれから2つ目は定銀事件における目撃証言の問題ということどういう問題がこの目撃証言の中にあるかということをえー洗い出したいというふうに考えています、まあ、主に捜査過程における問題ということでお話をいたします それから3つ目は鑑定書のまあ中心部分をなしますが実験的な検証ということで私たちはあの実験心理学実験を行いましたその実験の内容について紹介をいたしますそれで最後にその、えー、実験の結果に基づいた鑑定書のまあ結論というこの流れで今日お話をいたしたいと思います。 では最初にですね、あのまあ、かなり一般論という形になりますので、まあ、聞き流しておいていただければよろしいかというふうに思います。まあ、私はあの裁判の専門家ではありませんが、あのまあ刑事裁判において、ですね、目撃証言というものがまあ行われる。で、えー、この目撃証言はですね、まあ、あの事件の解決といいますかね。 にとっても有効な非常に有用な証拠になりうるものだというふうにまあ考えられます。えー、まあ日本の裁判ではあまりないかもしれませんけれどもね、後半庭においてですね、えー、目撃者が証言しているときに、まああなたがその事件現場で見たこの人はあのこの中にいますかとこの法廷にいますかとそれではいとかそれで じゃあその人を指さしてくれますかって、まあ、日本ではあまりないかもしれませんけれどもはいと言って、まあ、被告人のところを指さしてこの人ですってまあこれはちょっとあの外国の映画っぽい絵のではありますけれどもそういうふうにですね広範の中で広範点においてですね目撃者が目撃証言の中でこの人ですというふうに、えーまあ、識別をするといいますかね、えー、ということになってしまうとこれはまあ相当にですね えー、強いといいますかね強力な証拠になってしまうというようなことがまああるようです。えー、まあその意味でですね目撃証言というのは非常にあの重要な証拠で、えー、いろいろな形でですねまあ,あの警察なども放置事故にしろまあ何しまあちょっと余談ですが私の住んでる家の近くで去年の クリスマスにですね、3人殺されるっていう事件がほんの少し近くでありましてね、まあ、あの、犯人もその近くから捕まったというようなところに住んでるんですけども、まあ、そういう時でも、まあ、この場合はなかったですけども、えー、目撃者を探すというようなことはね、警察もよくやるわけですね。まあ、事件解決にとってとても重要だということは、まあ、お分かりかというふうに思います。さて、そういう目撃証言というようなものなんですが、これは、 えー、大丈夫なのか大丈夫だというのはですね次の,その目撃証言はですねこれからもずっとお話をしますが、まあ、人間のあの記憶という問題なわけですねその意味でですね、えー、常に、まあ、見た人物といいますか事柄でもいいのですがそれをですね、えー 正しくあの記憶をしていて、それで、えー、その人物を言い当てられるというような、まあ、そういうことにはなかなか実はならないのですよね。それで、えーと、これはですね、ちょっと小さいので大変申し訳ないのですが、えー、目撃証言が非常に危険だということを表す一つの事例として、皆さんに紹介をいたしたいと思います。えー これはあのイノセンスプロジェクトというプロジェクトがですね、当初はアメリカでスタートしました。まあ、2人の弁護士さんがスタートさせたというのがイノセンスプロジェクトということで、今やまあ世界的に広がりまして、日本でもです、ね、つい数年前ですかね、えー、立命館大学にこのイノセンスプロジェクトというのが出来上がっています。 でこのイノセンスプロジェクトというのは、あのーまあ、あの犯人だという形で逮捕され、起訴され、それで裁判が行われて有罪判決を受けそれで収監をされている人たちがで、この人たちがですね、の中でですね、いや、絶対にやってないというふうに訴える人がいるわけですね。でその時に、まあ やってないというから、再審、まあ、といいますか、そういう形でもう一度裁判を開くというようなことは、まあ、なかなかこれは認められないことなわけですよね。で、ただし、これはあのイノセンスプロジェクトは、その事件にですね、えー、で有罪判決を受けたあー当時、DNA 鑑定という鑑定の手法がまだ確立され,なくされていなくてですね、 DNA 鑑定がその後、確立されたということがありまして、この事件自体に DNA 鑑定という、こういう鑑定が可能な資料というんですか、そういうまあ物というんですかね、これがあの残っている事件については、どうか DNA 鑑定やってほしいという、こういうあの要求を裁判所にするという、こういう活動だったわけですね。 まあこれも簡単にはなかなか認めてくれないわけですけれども、中でもですね、えー、認められたケースがいくつか出てきました。それで分かったことはですね、DNA 鑑定をやってみたらですね、次から次にですね、犯人ではありえない、つまり犯人のものと思われている物というのが残っているときにですね、それを DNA 鑑定をしたときに、次から次にですね、DNA の方が。 違ってしまうということが起きてきたわけですね。それで、アメリカでは即刻、その、釈放されるというようなことが起こってきました。これは1982年ぐらいからスタートしてるんですかね。それで、ここにも書きましたが、これは、89年からになってますか。えー、と、今年の2月21日、まあ、ちょっと前なんですけども、あの、この原稿を書いたときに、ホームページをあの見て、 いましたが、その段階ではですね。あの37。5人の人がもう犯人ではありえないというかということで、即刻釈放されているというこういうあの数になっています。で、まあ、この人数をどう見るかというのはなかなか難しいです。けれどもまあ、下の方にちらっと書いてありますが。あの？事件においてですね。まあ、資料が残されているということが問題でないケースもたくさんあります。 それからあの、ケース自体はここに変わりますが、あのえー、と物的な証拠が残されているのが、まあ、3%から5%だというふうな見積もりもあります。で、そうすると、あとの90何はです、ね、こういう資料がないということになりますから、まあ、それを勘案するとです、ねまあ、こんなことはまあ無謀なあの推測ですけれども。 まあ375人と言いますけれども、実はその6000人ぐらいかな、えー、いるんじゃないだろうかというような、まあ、推測です。単なる推測です。それが成り立つぐらいに、実はこれはご飯、ご基礎ご飯というようなことが非常に多いということを表しているわけです。でなおかつ今日の話題でいきますと、この えー、無罪であるということがはっきりして釈放されたこの人たちの裁判においてその70%にです、ね、目撃証言が非常に有力な証拠としてあったということが問題なわけです。この中の70%近くです。まあ、69だっていくつだと思いますけどもここがあの目撃証言の非常に危険なところなわけです。犯人人ではありえない人物のことを 犯人であるというふうに証言するケースがこの中の7割ぐらいあるという、このことをです、ね、ぜひあの、えー、頭に留めておいていただきたいと思いますね、あの目撃証言は確かなわけではなくて、非常に危ない証拠だというのが、まあ、この事例だけでもわかるのではないかというふうに思います。思いますはい。 でこういうようなあの、まあ、イノセンスプロジェクトだけで、えーあ、失礼しました、イノセンスプロジェクトの事実が示すことは何かというのをまとめて書いてあります。えー、裁判において目撃証言は被告人の有罪・無罪を決定する重要な証拠であると考えられているが。がししかし 極めて脆い証拠であって汚染されやすく、まあ、汚染されているわけですね目的証言ですね、まあえー。にわかに信用できる証拠として取り扱うわけにはいかないのではないかということです、まあ、なぜかというと非常にあの、まあ、ここが難しいところですが、まあ、一つは先ほど申し上げましたように人間の記憶ということに基づいているということで人間の記憶がですね正しい部分もあるでしょうけれども 非常にですね汚染されて、えー、変わってしまうっていうね、えー、変遷してしまうっていうこういう特徴もあるわけですねまあこういうことが一つあのー、考えられますそれからもう一つはですねえっ、ー、と二つ目のことですがこれはあの非常にあの我々スンイアク社が興味を持っているといいますかあの課題に最近特になってきてるわけですが。 実は目撃証言というものを取り出す、取り出し方ですね。これは多くの場合、あの、警察官による、まあ、事情聴取ということで行われることが多いわけですが、その事情聴取、あるいは、写真を見せて、こいつかみたいなことをやりますね。あの、目撃者に対してはね。こういう、あの、写真を見せたり、 まあ実物を見せるということもあるかもしれませんがそういうあのそれらは人物の識別手続きというんですがこういう手続きの中にですね非常に大きな問題を含んでるんじゃないかというふうに、えーまあ、考えられています。それで心理学がですねあの今お話した人間の記憶に基づいているということではどんな条件で見たのかというようなこともとても大きな問題になりますし 例えば暗い中で見たのかそれとも昼間見たのかっていうそういうこともありますしまあそれは知ってる人間なのか知らない人間なのかっていうこともありますし距離も問題ですしどの角度から見たどのぐらいの時間を見たっていうことが問題ですしそのいうことは人間の記憶見たものを覚えてるということについてとても大きな影響を及ぼすわけですねでこれはとてもあの大事なことで、えー 警察官もやりますねあの現場検証なんかってあってあの人を立たせておいてはどこで見たとかってこの辺に対ってこっからこういうふうに見ましたなんていうことをよく事後的にやっています。まああれはまあそういうあの条件をですね明確にするために一応やってるわけですがまあダメだとは言いませんけどもあれ後から一生懸命やってるわけですから見た当時のままそのまま再現するなんてことはまあほとんどちょっとできないですよね。 いくら頑張ってやって精度を高くしても、まあ後からです、ねまあ、こうだったと思いますというようなことでやっているということで、まあ、あのー、事後的に捜査の段階できっちりとその目撃した場面を再現するというようなことはほとんど不可能に近いことですね。不可能ですだと思います。で、2つ目のコミュニケーションだということになると、実はこれはですね、 えー、捜査側が実は気をつけたらいくらでも工夫することができるわけですね。どんなふうにどんな写真を使うかとかですねどんな順序で出すかとかどういうあの聞き方で目撃者にどんな聞き方をして選んでもらったのかとかこういうことはですね、えー、捜査側捜査のを行う人間たち、まあ、警察が主なんですが。 警察署でですね、警察でやり方を工夫すれば、いくらでもですね、歪まない形で取り出せるような工夫が可能になってくるわけですね。えーまあ、こういうことがありますので、実は心理的な心理学が関わるというのは、この点に関してですね、大きく我々が貢献できるのではないかというふうにまあ考えているところなんですね。それであの心理学の中からですね、心,あの心理学者として、 いや実はこういうことが大事だよというですね韓国もいくつか出てきています、えー。こんなふうにやったらいいんじゃないですかというここういういとです、えー、韓国はですね、ここにありますように、まあ、実は日本はまあ、ほとんどあの住んでないに近いんですが、そのモデルになったのは、まあ、イギリスが一番最初ですね、1980年代にもうすでにですね、えー 内務省があ実務規範という形で、えー、と提案しています、まああの。こんなふうにやりましょうというガイドラインですね。それからアメリカも98年2000、まあ、つい最近になりますかね、2020年でもね、これはアメリカ心理学会がそういう勧告もしています。で、私たちの我が国ではですね、えー、2005年に、あのー まあ私とかその先ほど紹介した共同の鑑定者なんかも中心になりまして、えー、目撃証人や識別手続きに関するガイドラインというのもまあ法と心理学会というところから出しています。えー、とこの主な内容を次に紹介をいたします。あの一般論で大変申し訳ないんですが実はこういうことが定義事件の目撃者の その供述や、それから平沢さんが逮捕されるきっかけになった識別をするときに全く取られてないっていう、こういうことを言いたいわけですね。そういう手続きが全く踏まれてないっていうことを示すために、今お話ししています。一つはですね、あの共通した勧告事項ですあの。ガイドラインというものにって若干違いがありますので、れ、えー、かが、共通した事柄として言えることは、一つ目ですね、 二重盲検法による実施ということです。これはあの新薬の効能などをですね調べるときによくやられる手ですね。あの実はあのこれあの最近あの開発されて心臓の動機によく効く薬ですとかって渡されると実は全然あのそういう効果があるような薬物が入ってなくても。 なんとなく良くなっちゃうっていうことがあるっていうプラスーボという効果ですね。これは昔から知られてることです。で、それをですね、えー、人物の識別、目撃者による識別にまあ導入するというやり方です。これが二重盲検法ということです。捜査を担当する捜査官から独立した捜査官によって識別を実施するということです。で、これはイギリスなどでもそうです。これはイギリスではっきりしたことですが。 捜査を担当する取調べ官がですね、写真を持ってきたりなんかして、この中から選べと言ったときにですね、捜査官が一生懸命こう目撃者が見てますね。そうすると、まあ、並べ方も、写真の並べ方もいろいろあるんですけども、まあ、理学はそういう細かいこと、結構うるさいんですけどね、まあ、2×3 の6枚ぐらい見せたとしましょう。そうすると、うーんこう選んできますね。それでどっかで うーんとかってあの目撃者がですね少しああ、うん、とかってやりたしたらすかさずですねこの4番の人ですかとかってあの捜査官がですね声をかけるわけです。うーんとか何をしてるかというと捜査官がこの写真の中に被疑者ですねまあ犯人かどうか分かりますけ被疑者がいるって分かっていたらそれが。 例えば、4番の写真がそうだというふうになったときに、その写真についての情報をですね、まあ、うっかりでも、意図的でも分かりませんが、渡してしまうということがあるんですね。で、それを手がかりにして、はい、4番だと思いますとかっていうような、こういうようなことがですね、実はイギリスでもかなり行われていた。これはイギリスだけが行われているわけじゃなくて、これはアメリカの、まあ、だんだん心理学の実験でもそうですが、行ってみると、 結構これが効く。で、被シャ以外の,ことあの写真とか人物については別にあのスルーしちゃうわけですね、全然ね、スルーしちゃう。で、選べないときはもう一度やりましょうみたいな形で、まあ、反復してしまうっていうことが行われる。だから、二重模型法を取りましょうという提案です。それから識別前に、選ぶ前に、これからお見せする人物の中には目撃した人物がいるかもしれませんし、いないかもしれませんと。 あの選べなくてもいいですと、重要な証拠ですからって、これをあのお話しするというのが2つ目の勧告です。これもとても大事なもので、警察などでですね捜査官が写真を,写真を何枚か見せると、ですねどうしてもこの中に犯人がいるんじゃないかっていうふうに思って、ですねどれかを選んでしまうっていう方向に、ですねとてもあの強い圧力がかかってしまうんですね。ですから、どれかを選んでしまう。 というようなことが起こりうるわけです。しかし、この中に、この中にというのは、見せたただ写真なら、写真の中に、その当該、あの、犯人がいるかいないかっていうのは、まあ、本当、わからないわけですね。わからないわけですね。でも、どれかを選んでしまうと、その人が、まあ、有力な被疑者になってしまうっていうようなこともよくあるわけです。ですから、この識別前の教授を行うという、まあ、これはとても、あの、 目撃者にです、ね、どうしても選択しなければしなくてはならないという圧力を、まあ、あの低下させるというね、そういうことです。はい、次のページですが、それから3つ目です、まあ、こんなこと当たり前だろうと思いますが、被疑者に類似した人物、写真の背景や人物の大きさなど、物理的特性の統一という、こんなこと当たり前に皆さんやってると思いませんか。 あの、見せる写真で、一枚だけ顔がこんなでかくて、一枚こんな小さい。まあ、どちらでもいいですが、次茶の写真だけ、他の写真と違うような特徴を持つような写真を使ってしまえば、それが、に気がつくのは、当然気がつくと思いますよね。一人だけあの全身像で、あと人がみんな顔だけとかっていうような、こういう写真を見せられた時に、一枚違うなってすぐ気がつくはずですね。まあ、気がつくと思いますし、 意識的に気気ががかかななくくてもあれおかしいなっていいとうぐらいのことは気がつくわけです、ねで。その時に目撃者はあれなんでこの写真気になるんだろうとこう考えるわけですよでなんでこの写真だけやたらと気になるなっていうこの気になるのはどうしてかって考えるとですねあれそうだ今私が聞かれてるのはあの時の犯人を探せっていうふうに言われてるんだっていう自分の今ある文脈の中に 入れ込んで考えるわけです。気になるのは、そうなんだと。それで自分がこんなに気になるのは、その時見て犯人だから気になるんではないかというふうに思いがちになってしまう。まあ、あのそんなに微妙なことではなくても、<laughs> 簡単な話あの、アメリカではよくあるのは、あったのはですね、今はもうほとんどないと思いますけども、えー、犯人が黒人だとしたときに、白人の写真5枚並べて黒人1人だけにして、はい、こんなから選びなさいみたいな話です。こういうことをやられれば、 その黒人の写真を、まあ、選ぶに決まってますね、それはね。まあ、そういうことがないようにしてくださいっていう、こういう話です。簡単なようですが、実は日本ではこれもなかなか実は守られてないんですよ。捜査で、えー、使われている写真はですね、本当にあの、えーまあ、日本では散々た,たる状況なんですよ。まあ、こういうことです。それから、えー、ラインナップを用いるということです。一人の被疑者に対して、 無実であることが明らかになっている数名の人物の中から選択させるというですね、こういうやり方をとってくださいということです。簡単な話は1枚だけ見せて、こいつかっていう、このやり方をしないでくれっていうことです。ですから、先ほどお話ししましたように2、2×3 の6枚といったのは、被疑者が1人で、後の5枚、5名の人物は全部無実であることが 明白なも写真を使ううううというこういこうやり方ですあの簡単な話、この人数はまちまちだというふうにあの書いてありますが、これはちょっとあの何人ぐらいの人物を使えばいいのかということについては、簡単な話は何かというと、まぐれたりをできるだけ少なくするということですね。まぐれたり、まあ、イタリアなんかは実は今3、3名ということになっています。 でえー、とイギリス、イギリスあたり 8, 枚8名かな、それからアメリカの多くの州は6名ということ,ことになっています。これはまちまちです。これはな、まあ、結局あの、似たような人物を集めてくるのが大変なので、あの捜査の実務との兼ね合いで、まあ、そういうことになっているというのが現状です。いずれにしても、あのイタリアの場合、3名のうちの1名、3分の1の確率で、 被疑者にが当たるっていうことになりますねで多くなればいいんですが多くすると実務が大変になっちゃいますね実際集めてくるのがね、まあ、この辺の兼ね合いで決まりますが大事なことは単独の弁当紙と言われている1枚だけ見せてやるようなことは避けましょうということですでこれは非常にあの、えー、誘導性が高くてあるいは目撃者が迎合してそうですと言ってしまう傾向が非常に高いからということになります。 もう一つはあの反復して行わないということですね、繰り返さないということです。同一人物について、またもう一度あの写真を見せたり、実物を見せて選ばせるというようなことをしないということですね。これがまあ大事なことです。それから今、5つ目は全過程のビデオ記録化という、まあ、これはいいですね、事後検証が可能にするということで、まあ、あの日本の裁判ではなかなか <laughs>。 司法ではなかなか認められてないケースことですが、まあ、そういうことです。少し一般論的な話をしましたので、では次にですね、帝銀事件における目撃証言の問題についてお話をします。帝、え、銀、ー、事件の目撃者というのはですね、えー、パネルにありますように、非常に多いですね。えー、と 帝国銀行椎名町支店、これが、まああのえー、事件現場ということになっていますが、ここであの巡査、外にいる巡査を含めて毒を飲まされたけど、4名の方はあの生き残ったわけですね。その方を含めて5名ということです。それから安田銀行エバラ支店、これはあの前年度の10月14日ですかね、あの類似事件があったということですね、類似の事件が。ここで21名。それからもう 類似事件があったわけです、まあ、この辺皆さん方はご存知の方が多いかもしれませんし知らない方はどういう事件なんてあの興味があ,るあられるかと思いますが、まあ、この辺はちょっと、えー、省略させていただきます。これは48年の1月19日ですから平銀事件の1週間前です、ね、に起きた同じようにその毒近くにセキュリカなんかが起きたので消毒するぞってやってきた事件だということで。 えー、これらの同一犯による犯行だというふうに断定して、みんな同じ犯人がやったんだということになって、この全員が同じ犯人を見たということにして、みんな目撃者だという、こういうことになったわけですね。まあ、どっち人物かどうか、ちょっとよく分かりません、私は分からないですけれども、そういうことになってます。その他きは、えー、小切手を現金化した安田銀行板橋店ですか、こういうの、まあ、銀行関係ですね。 の目撃者が、えー、多いといととうことです多数の目撃者がいるっていうことになりますね。あの銀行関係が46名で、その他2人を入れて48名になっています、えー、この人たちがあの48名全員が、えー、平沢さんだというような話ではないんですけどね。ではないんですけども、多くの方は。えー 初期の頃はちょっとわかんないんですが、あの、平沢さんが逮捕されて1ヶ月後ぐらいあたりからですね、1ヶ月は経ってないかもしれませんが、えっと、うん。2十日二週間か3週、20日ぐらい経ってからですかね。あの、平沢さんよく似てるっていうような話に、証言を検察官の前でしています。これちょっと後でまたお話し,します。一応特徴だけを、 お話しますそれからもう一つはです、ね、目撃の時点から識別まであの平沢さんを識別するまでに非常に時間がかかっているということですね8ヶ月から10ヶ月ぐらい経過しているということです。平沢さんがあの8月23日だったかな,なんか逮捕されてるんですが非常にその事件は1月あるいは前年度で起きてますから、えー、時間が経過しているということですねこういう特徴があります。 それから3つ目、事件直後から大量の写真を見せられて犯人探しを行っていたということで、直後からひどういう人はこれ8万枚の写真を見せられたというふうにあで言ってるんですけども、少ない人でもまあ 10,、まあ、10万以下という人もいたと思いますけども、大量にあのこいつかこいつかというあの写真を見てです、ね、犯人は、まあ、いないかとい,い,いうか、似ているかどうかみたいなことでしょうけども、それをやらされて それから、まあ、ある人なんかはね、あの <laughs> まあ自主的にかどうか、あの横あたり歩いて、ですね、誰かいないかってこう探しまわったっていうのは、こういう人も目さんの中にはいるというふうに聞いてます。まあ、こういうあの、これ何を言ってるかというと、事後的に大量にです、ね、差し置きを見せられていると、これあの、汚染されている可能性が非常に強いということですね、そういうことが起きている。 えー、それからこれは逮捕後ですが、平沢さんが逮捕されたのは、えーえー、直後に小樽で逮捕されて、翌日、翌々日かな、あの上の、まあ、東京に移送されてくるわけですが、その直後に、まあ、面倒しをどうもやったらしい、見せた人がいるらしい。で、えー、その後もですね、平沢さんを一人だけ見せて、こいつかっていうのことをやっているという単独面倒しを。 まあ平沢さんにやっていいるととうううこういうことですそれから6つ目、ここが信じられない手続きなんですが、検察官が取り調べをしているその部屋にですね目撃者をどうぞって入ってきて、それで数名単位で,ですね2、3名一緒にその平沢さんのがいる場所を見せて、どうだ。 犯人か似てるか、犯人かどうかっていうのを、まあ、証言させてるってことです。数名単位で一緒に目撃者がですね、先ほどたくさんいますから、まあ、銀行単位で何名かずつってね、2、3名ずつこういうふうに入れて、取調べ室の中で実は平沢さんを見せてどうなのか。こういう手続きを踏んでるっていうことです、まあ。ちょっと考えられないというのは、まあ、あのこれも一つのテーマになりますけども、 えー、人の判断というものが非常に影響してしまうようなそういう可能性が非常に強いというこういうやり方です。それから7番目目、撃者間で情報交換を行っていた可能性、これはあの供述にも残ってますが、えー、新聞報道なども相当やられてました。それをを見てどうだっていうようなこういうだいいよなこ話同一、まあ、銀行内で 同一視点内ですから行っていたという、こういうことも全員ではないですけど、部分的にあります。それから今申し上げましたが、8番目、大量の新聞報道などに接していた。事件後、即、ですね似顔絵やモンタージュ写真というのは作られていますす犯犯人に犯人にですね、まあ、こういうものが公開されています。 似顔絵もなんか3種類か4種類ぐらいあるらしいですけどもね、えー、非常に色白のいい男だったとっいうような、そういうこともあるらしいですけども、えー、そういう写真が、えー、公開されています。それから逮捕後にですね、えー、平沢さんに犯人、あの、帝銀に来た犯人と似たような服装をさせて、それを写真に撮って新聞に公開するというようなね、まあ、こんなことも実はやられています。あのー そういうような、まあ、あの社会的にはですね、まあ、平沢さんが犯人だというのは途中からこうそういうふうに変わったわけですが、そういう状況になっていたということですね。はい、ちょっと本 <laughs> 田に行く前にだいぶ時間し落ちてますので、少し急ぎながら。はい、これもあの飛ばします。これはあの、えー、8月24日の読売新聞でもう全部は読みませんけども、この時に、えー、11人ぐらいに、 あの実は、面倒し,したっていう記事です実はこの時の調書はないんですね、残ってないので、調書ではなくて、新聞記事だけです。そうすると、あのー、えー、面通しで違うが6名、似ているが5名ということで、あのこれは犯人だって言った人は誰もいなかったということなんですね、この中でね、似ているっていうのとは、あのこの人だって全然違いますからね、実際はね、そういう状況だったって誰も 犯人というふうに言った人はいなかった。十一面だから、ということです。でそれがですね、九月十八日以降、ガラッと変わっちゃうんですね。例えば、吉田武次郎さんというのは、あの実は定員の支店長代理をやってあの、平沢さんではなくて、犯人といろいろあの話をしたという人。ですが、えー、直後はちょっと違うというけれども、九月十八日以降は、首通りに似ているというふうに、まあ、変わってくるわけです。 実はこの前にちょっとした事件がね、詐欺事件があったというような報道がされたということもありますけどもね。であの、これざっくりとした話ですが、違う似ているというふうに直後に言っていた人たちが、本当にそっくりと言いたいほど犯人似ているとか、ほとんど同一人であると思われるとか、犯人とそっくりで、あまりにもよく似ているところから動機がして、今でも止まらないとかですね、こういうことを言い始めるわけです。なんでこんなふうに変わったのかなっていうところが、一つ、 本店ではありました、はいえー、と実はそういうことがあるのですが、あの判決においては、ですねあの実はその辺の検証は納得されてません。えー、とこれからの証人はこう述べた、つまり組むどおり似てると述べた、誰々の証人は動期をするみたいに似てると述べたとかって、こういう判決はそれが書いてあるだけです。あの検証は何もしてません。そこで、えーき 記憶過程としては極めて不自然なので、こういうあの変遷の理由があるんじゃないだろうかっていう、こういうことになりました。あ、それから資料の中で、非常にあの申し訳ないんですけど、ここにも間違いがありますが、ここにあの後半というふうに、これも私もよくやるんですが、これ後半っていうの後半で <laughs>、間違いがこことまだ他にもありますので、申し訳ない、変更しておいてください。と、えー、いうことです。 はい、それではあの鑑定書の実験の方に移りたいと思います。ちょっとまたあの心理学的な実験で、えー、面白くないかもしれませんがまあなんかあの具体的な実験をしてそれで、えー、その実証に基づいて鑑定検証を展開するという、まあ、今のような話を一般論でいくら書いても日本の裁判ではなかなか通用しないんですね。 それで具体的な事例を出そうということで実験をしました。それで、えー、先ほどもお,お話ししましたように、<laughs> 平沢さんの面倒しというような手続きが非常にずさんに行われていたということがありましたので、そのずさんな面倒し手続きですね、これを一応問題にしようと。それで、えー 同一銀行内での情報交換、あるいは報道に接しているという、先ほどの赤字でちょっと示しました問題点のこのところだけに注目した実験を今日紹介します。で、こういうあの他者の意見や全体の風潮に合わせるというようなことをですね、もうこれはもう皆さんとおなじみのいわゆる同調反応といって心理学では実験的に検証されているこういう現象になります。ここれがでですねこの目撃証言でも にも起ここるのかかどうかっていうこといを主要な関心事ししました目撃証言で同調反応によって目撃証言が、えー、特定されるといいますかねそういう実験がなかったので私たちで行いました実験の流れは極めて簡単です目撃の場面をあの人工的に作りますでその後 識別という、ね、写真を用いましたが、写真の識別場面が次に続き、再度、えー、再認といって写真を見せて、また選んでもらうという、まあ、写真を見てです、ね、選ぶ段階が 2, 2通りあるわけですで。目撃場面は大学のこういう講義です、講義で行いました。で、その後四4ヶ月を経過したところで、これ、後で詳しく申し上げますが、1対1の識別というですね。 まあ同調反応が起きそうな場面ですが、こういうものを作りました。で、その後、一1週間後に、今度はえ反応、あの再度識別場面というのを行いました。この3段階からなっている実験を行いました。もうちょっと詳しくお話をします。目撃場面はですね、こういうふうに、まあ、私もやりましたが、工業しているときに、<laughs> まあ大学院生がですね、 修士論文を書く実験の手伝いをしてくださいっていう心理学ではよくやる手続きなんですね。それで、えー、用紙を配りましてあの、用紙の回答の仕方の説明をしていきます。それで一旦去ってい、えー、きます。これは約5分間ぐらいの間です。で、えーまあ、それはそれだけです、ただ。で、4ヶ月経った時に、 えー、じゃああの時説明、まあ、こういうことがあってあの人物を、えー、覚えてるかどうかということを、まあ、教えてほしいということで今度一人ずつ <laughs> 実験室に呼び出しますで、えー、12枚の写真を使いました12名分の写真ですねでまあ一人あの正面の写真とそれから右斜め上からの斜め写真って2枚ずつを使ったんですけども だから全部でスライドの枚数は24枚を見せました。で、この24枚の中から、その学生さんにですね、大学生に、まあ、どれかっていうのを選んでもらうというようなやり方です。で、この12名分の打ち上げは若干そこにありますが、ターゲットというのは、あの説明に来てくれた学生ですが、大学院生と、よく顔が似ている人物が 4, 4名。 類似性があまりないっていうか、中性的なのが4倍。それからターゲットと似ていない人物を4倍っていう、こういう12名の写真を用意しました。もともとの類似性が高い、低いということによって影響を受けるかどうかっていうような、まあ、そういう観点も取り入れたということです。えっと、その次のところは次に、あの、の図の上で紹介をします。あの、4か月後の実験は、まあ、 あの状況としてはこんな形でやりました。左側の赤いのがですね実は桜を使うわけですね同調実験というのは。桜というのは私たちが要求して写真をこれから見せるけれどももともとの大学院生ですねターゲットと言われて大学院生にどれだけ似てるかっていうことをどれだけ似てるかっていうのを0点から100点までで 0点10、10点刻みで言ってほしいという、こういう課題なんですねど。どれだけ似てるかっていう。で、100点っていうのは、もうこの人です <laughs> ということです。0点っていうのは絶対違いますっていう、まあ、そういうふうに言ってくださいと。こういう実験を4か月後にやるわけです。桜という人はあらかじめ指定した、ここに100点を言ってください。ここに0点を言ってください。あとは何点ですっていう、もう要所は足していて、その通り話をする。右側の人は実験参加者で、そんなこと知らなくて実験に参加してくれて。 で、スクリーン上に顔を見せます。で、桜の人が、はい、じゃあ1、一人目って言ったら30点とか言われすね、30点。じゃあ、桜、あの、はい、じゃあ次、実験参加者、どうぞ。そうすると、まあ、20点で。はい、じゃあ2枚目です。はい。80点です。桜が言うですね。80点。そうすると、実験参加者が50点です。はい、じゃあ3枚目です。じゃあ、桜の人、100点です。実験参加者。 70かなとかって。まあこんなふうに言うわまあ今もでたらめに言ったわけではなくて、実はそういうことをやるとですね、えーまあとでちょっとデータをお見せします。まあそういう実験を4か月後にやります。つまりこの桜っていう人は全然判断してないわけですね。じゃない。まあ誘導係みたいなのですね。誘導係をやる。そういう実験をやりました。で、あのー、赤い顔がよく似ている方に、 高い得点を与える条件と、顔が似てない方に高い条件を与えるっていうのは、こんな条件も加えました。まあ、これは今日はまあ大枠としては、あまり、えー、気に留めなくてよろしいかと思います。で、この中に実は大学院生の顔は入ってないんです。全部だから違うんです。全部違う。当たりがない条件なんです。でも100点というわけです。でも100点という、桜にはね、100点。 でさらに1週間後、今度は、えー、桜がいない状態で写真を見せて、1週間後、写真を見せて、それでこの中にいますかという、こういう話をしました。はい、実験方法はいいですか大体よろしいですかそんなに難しくないと思います。それで結果は <laughs>、これぐちゃぐちゃっとしてますが。 えー、四角の赤いのはですね、これはあの桜が言った得点を書いてます、えー。100点がありますよね、100点のところありますね。でえー、とぐちゃぐちゃっとしてて分かりにくいのですが、薄、えー、いブルーの方がですね、これがあの実際の実験参加者が答えた平均の得点です。似ているよという得点になります。 桜がいない人たちのです、ね、類似度っていうことでこれは無視してもらってもいいんですがこのまあ、これとこれはあの似た顔に、えー、の特典ですで次の写真は似ていない非類似顔に対する特典ですでこれ見ていただくのはぐちゃぐちゃって分かりませんが簡単な話はですね 一番高いところにあるピンクのところの上下と上がった、下がった、上がった、下がっただけちょっと注目していただきたいと思うんです。で、この上がった、下がったっていうのと、ブルー、薄いブルーの上がった、下がったが、どれだけ、得点そのものじゃないですよ。上がったか下がったかっていう、この傾向をですね、見ていただきたいというふうに思うわけです。得点自体は違います。先ほどちょっと例で言いましたが、桜が80点っていったときに、 えー、実験参加者はですね、例え30点ぐらい40点とかって言うんですよね。で、20点とかっていうと、実験参加者は10点とかってんですね。なかなか得点がですね、上に行かないっていう特徴がありましたが、同じようにこういうふうにこう、動きが一緒だってことですね。こういう傾向が非常にはっきりしえー、わかりました。これだけを見ていただければよろしいです。えー、これは、類似度は高くても低くても、同じように工程の変化は、 かなり一致してるっていう、こういう感触を得ました。まあ、これ図はもうどうでも、ちょっとあの数量的な変化なので、回帰曲線を書いたっていうところです。一つだけ、R イコール0.93という、これはあの相関係数と言われているのですが、これはあの非常に高い特点で、私たちが日常的にこの数値を見ることはまずなかったですね。相関係数がコンマ93とか、次は ほんま69とかって、ほんま34以上になると非常に高い相関があるという、そういうような得点です。これは飛ばしていただきました、はい、で、同調率というね、どのぐらいあの桜の回答と一緒になって動いたかという、この同調率を、えー、直後の同調率。よく似ている方に高い得点を与えると、よく似ている方にやっぱ高い得点を言うし、 っていう、こういうことです。で、えー、この全体の図,図の形だけ見ておいてください。これと、次の1週間後が、若干は違いますが、よく似ていることが分かるます。よく似ているんです。その前とね。ちょっとは違いますよ。ちょっとは違いますが、えー、青と赤の、あの、様子を見ていただければ、非常によく似ているということが分かると思います。 つまり、同調の場合には、ですね、その場でですね、まあ、向こうが高いこと言ったんで、私も高くしましたとかっていうふうにやるわけじゃなくて、1週間後は今度、桜がいませんから、自分の記憶だけが影響するような状況なので、そこまで維持されているかどうかっていうのが観点です。同じような傾向が見られたっていう、こういう結,結論になるわけですねえ。よろしいでしょうか、ちょっと雑白かな、まあ、そういうふうに。 であのじゃあ,あの、本実験の結果から言えることという形で、急ぎすぎたかな、ちょっと。えーとまあ、誘導方向、とにかくですね、えー、顔がターゲットになっている大学院生と顔が似てるか似てないかということと、まあ、ほぼ無関係にですね、 桜が高い得点を出すと、高い得点をどうしても言ってしまうし、それが維持される。類似性が、顔があまり似ていない人物に高い得点を与えてしまうと、やっぱり実験参加者は、そこに参加した実験,あの実験参加者は、ですね同じように高い得点を与え、その得点が、桜の得点が低くなると、やっぱり後ろに低くなってしまう。高くなると高くなるし、低くなると低くなる。 あの得点自体には差がありますけれども、この傾向が非常に強く表れたということです。でこれは何かというと、要するに桜のいう,桜のう,いう,う得点ですね。これはあのあ先ほどあの場面で指摘することをちょっと忘れましたが、桜の得点がみんな聞こえるような状態になってるわけですね。ついたてが真ん中にあるだけですからね。同じ部屋の中にいて 桜の得点が聞こえるような状況で、で、必ず実験参加者は桜の答えを聞いた後で答えるっていう、こういう状況にしてるわけです。申し訳ありません。先ほど指摘するべきでしたけれども、そういうことなんです。で、聞いてしまうと、引きずられて、引きずられていくということがもうはっきりしたわけです。その得点を聞いてしまうと、その得点に影響されて、 高い得点を言えば高く低くなれば自分もちょっと下げるしいうこういうことを一緒に行っていた。でもう一つ大事なことは今度は桜がいない状態で同じように写真を見せてもう一度あのこの中からというように今度は桜がいない自分だけがの記憶に基づいて答えていいというような場面一応そういう場面というふうに考えましたが。 そういう場面になったときも、実はその前に桜と一緒にやっていた傾向がそのまま維持されるという、これがあの実験の結果だったんですね。ですから、類似顔に誘導されると類似顔に高い得点、非類似顔に誘導されると同様にそ,そこらに高い得点を与えていた。で、1週間後も同調の効果という。 ことが意味されていた似たような傾向になってますからね、先ほど棒グラフで見ていただきましたが、で同調の効果というのは、まあ、記憶されてい持されていたというのが、まあ、ざっくりとしたです、ね、話で申し訳ないですが、これがあの私どもが行った実験の、まあ、結果ということになります。で、その実験の結論です。これは目撃時点から 4ヶ月後の再任識別時という、こういうことにしました。<laughs> まあ、事件は8ヶ月ぐらいということですね。それに比べて4ヶ月短いじゃないか。だから、定員事件の事件の状況を反映していると言えないんじゃないのっていう、こういうことは当然あろうかと思います。まあ、これはあの、えー、実験者側のまあ都合ということもあるわけですが、大事なことは、 あの実際の事件よりも私たちの、えー、実験の条件の方が有利な状況ですね、あの時間が短いわけですから、記憶にとっては有利になるわけですね。で、こんなにあの事件よりも有利な、短い、まあ、短いといっても4ヶ月は結構ありますけれども、こういうあの時間的に有利な条件の中でも同調というようなことが起こってくるっていうんですかね。 こういう場面で4ヶ月でもちゃんと起きてる。だから8ヶ月ではどうなんですかっていう、こういうふうにあの申し上げたいわけですね。8ヶ月だったらもっとそういうことが起こりうるということがあるんじゃないですかで。しかも実験の中では他のいろんな要因っていうのは、一番最初にお話し,しましたように、えー、新聞の記事を読むとかですね、そういうことは一切ないし、お互いに意見交換するなんていうことも全く別にないわけですね。 でこういう状況から見れば、この実験のに協力してくれた実験参加者たちは、ペイギン事件のおそらく目撃者たちよりもずっと、まあ、良好条件といいますかね、<laughs> いい条件でこの、えー、実験に参加してくれた。こういうふうに考えることができるわけですが、そこでもやっぱり同調ということが起きて、さらにその効果が1週間経った他の人がいない場面でも、 ちゃんと維持されていたというのが、まあ、この実験の結果になるわけです。まあ、この結論としては他者の反応にまあ同調してしまってそれが維持される。したがって、えー、目撃者がです、ね、目撃した人物の顔の記憶ということが影響したというよりも他者の反応に同調してしまってその同調によって変形された記憶。 でそれが維持されたことによって、この、まあ、同調、あの実験の結果というので、ね、こういうふうにあの解釈することができるのではないかというのが、まあ、実験の結果です。で、最後ですが、<laughs> まあ、あの、最後か2つ目か。えっ、ー、と、同調案のどうして起こるかっていうような話については、まだちょっとよく分かりません。正直な話は心理学で決着はついていません。ただ、まあ、いわゆる情報効果と言われて、 いる他者や社会全体の反応傾向を知ることっていうことがですね、まあ非常に大きななんかあの働きを持っているというまあこの辺のところしかちょっと言うことができません。まあ現実のあの事件では取り調べでは複数人による単独面談し、それからマスコミからの情報、えー、平沢判人説に情報が偏ってきた、まあ。 先ほどちらっと申しましたが、なんか詐欺事件のことが明らかになった以降、マスコミ自体がですね、えー、平沢犯人説に傾くというようなことがあります。まあ、こういうことが影響したのではないかという、だから記憶の問題以上にですね、そういう社会的な影響があったのではないかということで、次こそ最後です。判定の結論としては、えー、次のようなことを書きました。 えと記憶の汚染に全く無関心だと、目撃からの時間経過に伴う記憶の劣化、汚染に全く考慮していないというのは、まあ、これ判決に対する批判です。識別の手続き、他の目撃者と共に取調べ室で取調べ中の被告人を見て識別させたことは、目撃者の同調反応を上,上調させる不適切な手続きだ。識別したと結論することに疑義が残ると。 まあ平沢さんを識別したというね、こういうことです。で、本件の目撃証言の評価は、記憶の汚染及び識別手続き自体に伴う変遷が生じた可能性を排除できない。手続き上の問題があるということですね。従って、目撃者による識別の結果について重大な疑義があるという、こういう鑑定の意見書の結論というふうにしました。ちょっと駆け足で わかりにくい点もあったと思いますが、一応あの官邸決議書にえ書きましたえ目撃証言に関する意見書の内容の報告をこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。あ、あの質問ありがとうございます。あの汚染の対策は私が聞きたいぐらいで,ですね。あの本当にあの脆いものです。もちろん通常の生活の中でね。 あの私たちが一般に持ってる記憶あの時あったよなとかですねこういうところに行ったよなっていうようなことについてまあそんなに忘れてないこともたくさんありますよっていうことは当然あろうかと思いますでただしそのレベルでいくとでもあそこで何を食べたっけとかっていうような話になった時にいやあの時食べたのはラーメンじゃないいやカレーだよみたいな話になって実はあのそういうあのディテールのことは 違っててもそれほど問題にならないですね。例えば一緒に行ったっていうことぐらいは分かっていても、そのぐらいのことは残ってるわけですね。ただ、カレーなのかラーメンなのかっていうのはもう分からないし、お互いに検証しようがない。実は捜査でやっている記憶ということを思い出してほしいっていうのは、非常にそのディテールのところを非常に細かく実は今探っているところなわけです。 正直ですね、ここであの多くの目撃者がですね、似ているっていうふうに答えるわけですね。でも、これね、似ているってレベルではたくさんいる可能性があるわけですよね。この人じゃなくてはっていうところがないと、本来の意味ではあの同一性の識別にならないと思うんですが、そういう反応は実は極めてまあ、くぶくりに似てるとかね、先ほどもちょっと紹介しましたよね。もう、 えー、なんか動機がするぐらいあったら似てるとかっていうこういうような話でこの人に間違いがないっていうようなことを言っていますがそれもぶん後から出てきてる話であのその人のこの人に間違いがないっていうような話の,あの細かいことまではなかなか私たちは日常生活は必要がないんですそんなにはないので大枠として私たちは記憶というものを捉えていれば。 まあ大体覚えてるよなっていうようなことでよろしいかと思います。で、その記憶を皆さん方はあまり疑わない方がいいですね。記憶を疑い始めるとあの生きていけなくなりますから、これはあの疑わない方がいいと思います。ただ、分、ま、かり間違ってこういう事件なんかに巻き込まれるとおかしいですが、なった時には、こういうことを疑い始めるような、信じられないことが、まあ、起きてきてしまうほど、 実事細かにあって、これはあの右の足から入ったか、左の足から入ったかみたいなこと聞かれるわけですよ、ね、捜査の中本当にそれに近いことが聞かれて、そんなこと分かるわけないじゃないですかっていうようなことだけど、長所にそこういうことが出てきて、あのちょっと不謹慎なことだけ言いますと、あの例えば痴漢事件などであの、右手で触られました、左手で触られました、右手の左手の赤い指がというふうに言うんですね。 でこのことは、いや、そうだったかもしれませんけれども、これあの、私の友達がですね、実験をやりました、そういうの、あの女性を対象にしながら、やそうすると、ですね、ほとんどわからないんですよ。お尻などを触られて、ですね、どちらの手だったか、指がどれだったかなんてわからないような、でも、警察の取り調べの中ではそれが出てくるんです、そういう話でね。えー、というようなレベルの記憶の問題ですので。 どうぞどうぞ、あの、そんなことは、あの、覚えておく必要はありませんから、疑わない方がいいと思います。こんな答えでよろしいでしょうか。裁判官や裁判所に知ってほしいのですが、えー、ということで、取り組まれ、取り組まれ、私が取り組んだことを教えていただけると、という話があの、質問がございました。あの、裁判官や裁判所、日本でもね、少しずつ変化はしてきていると思います。例えば、単独面として写真一枚だけで、 識別させるのが問題がありますよっていうようなことはだんだん浸透はしてきてるかというふうに思いますが、えー、それでも一番最初の方に申し上げましたように例えば二重盲検法で行うとかそれから写真の統一だとかですね教授を与えるとかっていうことは全くやってませんいまだにもねそれが大事だっていうこともなかなか理解はされません先月もちょっとあの後半で証言してきましたけれども 識別の手続きについて、なかなか日本ではですね。あの、高等心理学会って、私どももガイドラインに出しましたが、あれもあのまあ、民間のガイドラインです。あの、なかなかあの公的なものにならないっていうことがありますが、まあ、これからそういうこともですね。提案して少しでもですね。間違いがないような形を目指していきたいなっていうのが、まあ、今のところの、えー、希望的な観測と言いますかね。私の意見ということになります。 よろしいでしょうか。ありがとうございました。質問。どうもありがとうございました。しどうも原先生、どうもありがとうございました。 弁護この最新事件、この本件の最新請求事件は、今回であの20時になるんですけれども、今までさまざまな弁護士が関わってきました。私は19時から、えー、関わっております。でえー、と今日はですねあの、この20時最新の現状、まあ、今後あとどうなるかというあたりを、独、まあ、物に、えー、焦点を絞ってお話ししたいと思います。 でその前提として、もう皆さん、かなりご存知かとは思いますけれども、この事件の概要をもう一度、これは簡単に振り返ってみたいと思います。えー、と事件は、えー、これはですね、えーと、昭和23年1月26日午後3時過ぎに起きました。現場となった帝国近郊椎名町支店。 ここれはままだ戦後間ももないい頃ということうありまして銀行といっても、えー、民家の質、まあ、屋さんを間借りしたというふうに聞いてますけれども民家のような造りで、えー、もちろん監視カメラなどは当,当時ありませんでしたで事件当時銀行には法員さんだけではなくて住み込みの方もいらっしゃいましてお子さんとかも含めてですねお子さんとかご家族も含めて合計16名がおりましたでこの1月26日の午後3時20分頃 えー、一人の男が、えー、この店にやってきました。男は厚生技官、えー、医学博士成がしという名あちゃんとした名前があるんですがその名刺を渡して自分は東京都衛生局のものだ近所の家で赤痢が発生しましたその家の者がこの銀行に来たので、えー、感染を防ぐため婚姻などの皆様ここにいる方は全員予防薬を飲んでもらいます。 男はこのような趣旨の話をして、その場にいた総勢16名が男の前に集められました。男は、この予防薬は2種類ありますというふうに言います。1つ目の薬を飲んでから、1分くらいしてから2つ目の薬を飲むように言ってみせました。そして1つ目の薬については、これは歯の放浪質を痛めるような可能性があるので、ちょっと飲み方に工夫が,あ工夫が必要ですと言って、 えー、この16人の目見ている中ででで自分で実際に飲んでみせましたそしてそういうふうに実演をした後に男はあの16名の前で、えー、皆の茶碗にピペットで、えー、1つ目の薬を入れましたそしてじさあ飲んでくださいということで16名が一斉に男の飲み方を真似て一緒に薬を飲みました。 でこのときのことですけれども、まあ、刺激のある薬だったという人もいますが、ただこの時は16人は、誰にも何の、えー、異変もありませんでした。そして1分あるいは2分くらい待ってから、男は、えー、この2つ目の薬を、えー、直接、えー、別の容器から茶碗に注いで、えー、お上がりくださいと言って16名が飲みました。その直後ババタバタとん倒れ出したんです 男はその様子を見て、皆が倒れる様子を見て、えー、銀行ですから、そこにあった現金、あるいは小切手を取り、その輪から立ち去りました。そして16名中、12人が死亡しました。4人も生き残りましたが、えー、気を失うなど渋滞となって、かろうじて命を取り留めたという状態です。これがあの戦後の我が国の歴史に残る、えー、凶悪事件、帝銀事件の概要です。 最初、捜査機関は、定義事件の今申し上げたような犯人の手口が極めて特異だったということもありまして、似たような手口で、えっと、事件が起きてないかということを調べました。そうしたところ、あの実際にそういうものがあったということが分かりました。これは、えっと、定義事件の前年の昭和22年の10月、それから定義事件のわずか1週間前の、えー、同じような事件が起きていたんです。で えとこれの最初のものが昭和22年10月の、えー、と安田銀行江原支店での事件です。えー、これは安田銀行江原支店に、こ,これも厚生技官医学博士と名乗る人物が訪れました。でその男は M さんという、えー、と実在の、これは実在の医師の、えー、名刺を渡して、責、え、任、ー、が発生したので、えー、と予防薬を飲んでもらいますというふうに言いました。 でその時安田銀行江原支店にはコイン20人ほどがいました。で男は20人の前で、それぞれの茶碗に液体を注ぎ、えー、その薬は飲み方が難しいからといって自分で飲んでみせよう。そして、さらに中和剤といって別の液体をコインらに飲ませましたで。これ聞いて分かると思いますが、もう極めて手口が似ています。定金事件とほとんど同じと言っていいと思います。でこのしかし、この安田銀行江原支店の時点で事件では、 には全く犠牲者は出ませんでした、えー。全員無事でした。で、この時、犯人、えーとまあ、犯人と思われる者が、えーと、この M さんという人の実際に、えー、と存在する医者の名刺を、公、え、員、ー、に渡しました。で、これは残っており、えー、平沢さんはこれがきっかけで逮捕されます。えっ、ー、とまあ、平沢さんは実際にこの M さんという医師と会ったことがあって、えーと、名刺を渡されていました。で えと捜査機関はこの名刺版というのを作って、名刺を持ってる人をずっと島なこになって探したわけですけれども、平沢さん、名刺を受け取っていながら、その名刺をえっとなくしていたと、持っていなかったということがあって、あの疑,あの疑われる理由の一つになったわけです。で、えー、と類似事件の続きですけれども、えー、次に起きたのが、えー、と事件の、定義事件の1週間ほど前,1週間前に起きた三菱銀行中支店の事件です。 これは1週間前、1月19日に起きたんですけれども、これも厚生機関と名乗る人物が来店し、えー、近所で赤輪が発生したということで、消毒するといって、えー、15名ほどのコインと、あと居合わせた別の支店のコインらに薬を飲ませようとしました。ただ、この時は1人が、えー、不審に思ったため、結局、犯人は、えー、この時は飲ませることができずに、 えー、紙幣に何かこう消毒薬と称するものを吹きかけただけで帰っていってしまいました。ですが、この時も犠牲者は特に出ていません。で、それで1週間後にこの定義事件が起きたわけです。で、定義事件の話に戻りますけれども、この、うん 亡くなった方、12名おられますけれども、12名のご遺体は、東京大学と慶応大学でそれぞれ6人ずつ解剖されました。その結果、死因はいずれも生産化合物による中毒と判断されました。ですから、このことだけは確実です。毒物が何か、具体的に何かは分かりませんが、生産化合物であるということだけは間違いありません。 ただ生産化合物といってもいろいろあります。生産狩りの場合もあれば、その他のものもありますので、そのどれかということがまさに問題になります。で先ほどあの冒頭で山田先生もおっしゃいましたけれども、生産狩りというのは比較的誰にでも入手しやすいのに対して、それ以外の生産化合物というのは、なかなか普通の人には入手できないという特徴があり、同じ生産化合物といっても、生産カリウムなのか、あるいは他の生産化合物なのかということは、 犯人の特定にあたって非常に重要なポイントとなります。それでこのうち慶応大学病院では、えー、亡くなった方の血中の生産濃度というものも測定しています。これは東大ではこれやらなかったんですね。したがって亡くなった6人,の6人についてご遺体の生産血中の生産濃度が測定されていると、そのデータが残っているということです。で、今回の20時の最新請求では、この 毒物に関しては、このご遺体の中の血中の生産濃度というのが最大の問題点になっています。で、えー、とそこでですね、それで、えーとまあ、このようなことがあって、平沢さんは、平沢沢道さんは先ほど述べたような、えー、その名刺のつながりで逮捕、えー、されました。まあ、名刺を受け取ったことがある。しかしか、えー えと捜査当時はもうなくしていたというのと、あとまあ、金回りが良くなったとかあの、そういったこともありまして、疑われて結局、平沢さんが逮捕されてしまいました。ねまあ、ただ、このように改めてこの事件のですね平沢さんが捕まった、えー、とあの経緯などを、うん、まとめて話しますと、いかにもこの犯人と特定するような根拠が弱いなという感じは今でもしています。 捜査官は当初、この犯行のなんといっても特殊な手口ですね、ここから毒物に精通した人間、あるいはそういったこう、なんていうか、暴力的というか、人を騙して、えー、と飲ませるとかですね、こういった技術に長けたものとして、まあ、時代もありまして、旧陸軍関係者をかなり疑って知られていましたけれども、一転して、えー、と名刺を持っていたということで、名刺犯が主導になって、えー、平沢さんが逮捕されたという状況になっています。 平沢さんは当初否認していましたが、一旦この生産カを使って自分がやったというふうに自白しています。でしかし、その後、また否認に転じて、あと裁判を通じて、そして亡くなるまで否認し続けています。で問題の平沢さんの自白内容ですけれども、えじゃあ、どういう毒物を使,使ったのかということに関して、 1>, え1つ目の薬は、これは青酸カリウムであるといって2、2つ目の薬、薬というよりもこれは水だったという、えー、自白をしています。これが平沢さんの自白内容ですから、この自白が信用できるかどうかということは、結局薬物が何だったのかということに関わります。もし薬物がこの生酸カリウムと水でなかったというんであれば、これは平沢さんはもともとそもそも,そもあの自白などしていないに等しいということになります。 でしかし判決は結局、有罪と認められ、平沢さんは死刑判決を言い渡され、そしてこれがえっと最高裁までいて確定しています。で平沢さんを有罪としたまあ判決の根拠ですけれども、えっと、これはもちろんあの理由は多,多岐にわたりますけれども、ごくごく簡単に言いますと、まずはなんといっても平沢さんは自白したということですね。 一旦はじゃまはあ、否認には転じてますけれども、やってもいない人が自白するかということで、自白をしたということはやはり大きい。でそれからその自白の内容として、生酸カリを飲ませて、まあ、200名は水だったと言ってますけれども、実際にその遺体の鑑定では、生酸中毒で死亡したと、生酸化合物による死亡だということは、これは客観的に裏付けられていますので、えっと、ふそれも有罪の,の根拠の一つになっています。それから先ほど、あの原先生が詳しくあおっしゃっておられましたけれども、 えっと、先行する事件の安田銀行の江原支店の事件、あるいは三菱銀行の赤い支店の行員だ、それから、えっと、定銀事件で、まあ、生き残った方4人おられますが、その人たちの証言、それから、えっと、今ちょっと触れませんでしたけれども、あの小切手も盗んで、翌日に小切手を、えっと、安田銀行板橋支店というところで監禁してるんですね。でその時もその犯人、えっと、監禁した人を目撃した人が多数です。で、えっと、こういった人たちの目撃証言。 こういったことが、もう一つあの,その今言った、ここに手を関係したときの手書きでサインをしているということで、その筆跡ですねで、これの筆跡鑑定、こういったものが証拠になって、まあ、有罪ということになりました。ただ、えー、この毒物この、この判決について言えばです、ね、この毒物が何かということについて、えー も含めてですね、今の視点から見ると、かなりずさんな判決だったのではないかというふうに思われます。例えば、その毒物であれば、毒殺であればど、どうやって入手したのか。その入手した根拠、あの裏付けというのが必ず必要なんですねで。そこがあんまりきちんとしていない。でよくあるのは、えっと、自宅を捜索したらその薬物、薬物を保管した痕跡があったとかですね、さらには最近であれば、 似たような薬物があれば、それをあの詳細に分析して、異物がどれくらいの割合で購入しているかということをきちんと精査して、でえー、と実際に使われたのと同じ毒物であったかどうかと、ここまでやらないとなかなか立件もされないんじゃないかと思われますけれどもあの、当時はそんなものではなくて、平沢さんの家からは別に生産カリが見つかったわけでもありません。まあ、自白だけですね。ということで、かなり裏付けがともし、それから目撃証については、先ほども原先生もおっしゃいましたように、 えと非常にずさんであったと、まああの、聞いて驚いたかもしれませんけれども、検察官が、平沢さんを調べている場面を、その目撃者を何人も入れて、その場面を見せて、犯人ですかというふうに聞くことで、あるいはこの犯人が公正議官の服装をしてましたので、そういう服装をさひあの、平沢さんにそういう服装をさせて、どうですかと、犯人ですかというふうにやると。まあ <laughs> 犯人のコスプレをさせて、それを目撃者に見せるって、ちょっとあの捜査官もワールドに進んだろうと思われるくらいの、あのちょっと今では到底考えられないようなことをやって、えー、とそれが証拠になってしまうということがあります。したがって、この当時の捜査自体が、この認定自体がかなりずさんなものだったということを、今の視点から見るとかなり強く思われます。 そこでちょっと毒物に話を絞りますけれども、えー、先ほど申し上げましたように、えー、使用された毒物についての判決の認定は、えー、第1薬が生産化に第2薬が水というものでした、平沢さんの自宅通りですねで。判決がこういうふうに認定する根拠というのは、えーまあ、遺体から生産化物が検出されたと、でそれが死因だったと、それから生存者の,、えー、この4人、生存しているわけですけれども、 生存者が第一薬は刺激性の強いものだったと証言して、第二薬は水のようだったというふうに証言しているものがあります。また、生存者の一人は、犯人は第二薬を瓶から直接自分の湯飲み茶碗について自分でも飲んだというふうに証言しています。また、平沢さん自身が、えー、と生産と水を飲ませ生産狩りと水を飲ませたというふうに供述しています。これらの証言、証拠に基づいて判決は第一薬が生産狩り、第二薬が水というふうに えー、認定しているわけですただ、この生産カリが毒物だというふうに認定した判決に対しては、えーまあ、いろんな人が当時から疑問を呈してきました。えーまあ、よくあるのがですね、えーまあ、今ここにありましたように、平沢さんが入手した経緯がまず、えーと、ちゃんとした裏付けがないということですけれども、もう一つは、えー、と生産カリというと、うんまあ、いわゆる超即効性とまで言われてまして、 飲むともうすぐに効果的面で,です,、ね、あのすぐに死ぬかどうかは別として、えっと、かなり具合の悪い状況になってしまうと,ところが本件では先ほど言いましたように、えー、第1薬を飲んでも1分以上1分から2分の間は少なくとも誰も死亡していないとでその後、倒れてさえいませんその後、えー、と第2薬を飲んでからみんなが倒れだした。 こんなことがあるんだろうかと、これにつここら辺がやっぱり一番騒がれた理由で、著名な作家、あるいはジャーナリストなども、この冤罪の可能性を指摘したと。で生産管理じゃないんじゃないかといったのは、このあたりに根拠があります。で、えーとまあ、ただですね、生産管理というのはあの、人によってやっぱりあのいろいろ調べますと、ですねあの効果の出方というのは違いがあると、えー。もう少しあの、私もあまり詳しくありませんが、あの言いますと、 生産カリーを飲みますと、えーとこ,えー、とこの胃の中で、胃酸、まあ、塩酸ですね、これと反応して、シアン化水素というものが出来上がるとで。これが、まあ、あの相当あの強烈な毒薬で、これで人が死亡に至るということなんで、この胃の中の塩酸の状態、胃酸の状態によってあの効果の出方がちょっと違うということがあって、人によって、あのこのによって、 死亡に至るかどうか、あるいはどのくらいで効果が出るかというのは、違いはあるようです。ただですね、そうは言っても猛毒であることは間違いありませんので、えー、1分間何もないというのはまずおかしいのと、そもそもこの16人もいるわけですね。16人もいて、全員が何ともなかったと。これはちょっとほとんどありえないことではないかというふうに思います。また犯人はそういうことを見越してやったんじゃないかとも思われますので、 1> この16第1役で16人もいながら、誰一人倒れなかったとっいうのは、かなり重視すべきることではないかと思います。で第1役が生産カリであるということに対する疑問というのは、まあ、この辺に、うん、あります。でえっと、それからもう1点ですが、えー、この特徴なんですが、あのこれはまあ特に第,2次第20次最新の弁護団が注目したところですけれども、えっと、これはまあ前からもいろいろな人に指摘されているんですが、 お遺体の中の中血,血液中の生産の濃度が非常に高いといととうことですで血中濃度については、東大では鑑定がされておらず、慶応大学だけが鑑定しているんですが、えーと、これを見ますと、通常の、えー、生産中毒の死亡者の、しあ通常の,あの生産、あの致死量をかなり上回ったあの高度の血中濃度が出ていると。 いうことなんでここは何か非常に特徴的な感じがしました。でえーまあ、20時もまで最新設計がされているわけですがいろんなところに弁護団が注目していたんですが、この20時弁20最新弁護団が特に注目したのはこの血中濃度が高いというところです。で えっと、疑問点はですねえ、まあこの、血中濃度が非常に高いと、致死量の数十倍もあるように思われる数、数十倍もあります。そこで疑問は、まあ、そもそも本当にあの生産カリでこんなふうに高くなるのかと。で、生産カリとはまた違う、別の生産化合物ではなかったのか、こういう疑問もあります。も、まあ、もっと言えばこれはもう本当にあの たの思考,考えの上だけの,ってのことなんですけれども、何か工夫があるんじゃないかと、普通、青酸カリを飲んで、そのまま全部こう分解されてです、ね、シアン化水素になるというわけではなくて、ある程度こう、残るものもあるわけですけれども、それをこうも,もっと激しく、もっと強く分解するような、何か別の薬物なり、なあの工夫なりあの、そういったものがあるんではないか、可能性としてそういうことが考えられる。でこれをととかあの実証したいと まあ理屈文献だけではなかなかそういうのは調べられませんので、ここはやっぱりもう実験するしかないということになりました。でそこで、えーと、ここからなんですけれども、えー、と最新弁護団はあの、まあ、医学系の専門家である、えー、と研究者、 でちょっとあの事情があって名前をお話しできませんけど、仮に今、ここでは A 先生というふうに申し上げます。でこの A 先生と相談しまして、えーまあ、A 先生の助言とかもありまして、ですね、えー、と豚を使った実験をやりましょうということになりました。で豚発糖に、えー、これはもう生酸カリですね、生酸カリを投与する。でそして、えー、特に血中の生酸濃度を、えー、時系列で。 折ってあの時間ごとにどのくらいになるのか、でまたあの胃の中の血中濃度がどうなるのか、それから、えっと、心臓とかも、えっと大腿部とかですね、その各所の肺内の各所の、えー、血液中の生産の濃度がどのように変化するのか、でこれをあの調べようということになりました。でもし、これはどういうことかというと、要するに、えー、生産狩りを豚に飲ませた場合に、 本当にこの低義事件の死者と同じような血中濃度の推移というか、そういう状態になるのかどうか、そこを確認しようとしたわけです。低義事件ともし同様の傾向が豚の実験でもあるということになりますと、この低銀事件の毒物というのは生産狩やはり生産管理であったという可能性が高いということになります。他方で、低義事件の死体とは異なる傾向を示すということがあるのであれば、 この定義の毒物というのは生産管理ではなかったのではないか、そういう可能性が出てくるということになります。で、えっ、ー、と、これ、あの、豚の実験なんですけれども、あの、これは、あの、簡単に言いますが、かなり苦労しまして、今、あの、動物実験というのは非常に、あの、厳しくなっているみたいなんですね。で、この A 先生にも非常にお骨折りいただきまして、えっ、ー、と、この研究機関の、まあ、倫理委員会というのもあるんですけれども、そこでもきちんと審査していただいて、承諾を得た上で、 えとやっておりますですから、かなりあの厳密な手続きを経た上で、この実験をさせていただいたということになります。で、まあ、今言ったような、あの生産加量を実際に使って、同じ、えー、と定義実験と同じ、えー、傾向を示すかどうかなんですが、これは実験を始める前は当然分かりませんでしたので、えー、と結果次第では、場合によっては、 その弁護団の期待に反して、ですねやはり帝銀事件の毒物というのは生産カだったということが逆に分かるという可能性もあったわけです。そこで、えーとまあ、鑑定事項というのは、鑑定では、まあ、もちろんいろんなところも調べたんですけれども、基本的な鑑定事項、これ,これを調べてほしいということで、鑑定事項としては、えー、この銀事件で犯人が使用した、 毒物は青酸カリウムや生酸ナトリウムと断定することができるか否か、これを鑑定してほしいということで、これを鑑定しました。で、最初に結論だけ申しますと、鑑定結果ですが、えー、投与された毒物を青酸カリウムや青酸ナトリウムと断定することはできないという結果になりました。で、これちょっとあのなかなか表現が、えー、と若干遠曲な感じがするんですけれども、あのー この,この鑑定結果はですね、生産カリウムではなくて、この本家の平均時間の毒物が、あこの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、何だったということを言っているわけではありません。えー、とあくまでも、公、えー、用された毒物を生産カリウムや、えー、と生産ナトリウムと断定することはできないというふうにとどまっております。ただ、確定判決は、えー、と生産カリウムが、えー 本件の平均事件の毒物だったというのを断定しているわけですから、この鑑定結果はそれとはま正面から反するものということになります。したがって、あの弁護団の視点から見るとですね、かなり大きい結果が出たのではないかというふうに思っています。でこれは今あの結論だけ最初に申し上げましたけれども、じゃあこの鑑定はどういうふうにやったのかということについてもう少しあの詳しく豚の実験の内容からあのご説明したいと思います。 まずあのこの豚の実験の概要ですけれども、えー、これは大体体重が35キログラム程度の豚ハ8頭、あのまあ、これは例えばあれですけど、まあ、ちょっと人間の子供に近いようなあの体重ですね、この豚ハットについて、生酸カリウムをカテーテルを用いて経口、えー、投与、口から胃の中に入れると、胃の中に流し込んで、でそれで、えー、時系列、時間に沿って、ですね、えー、まずは投与してから2分30秒。 それから投与してから15分後、そして死亡時。で、あとは死亡から1日経った後、2日経った後、3日経った後に、それぞれ、えっと、体内の各所に、えーえっとまあ、心臓とか大腿部などから血液を採取する。それで、えっと、生産、これは HCN というあの、シアン化水素になりますけれども、えっと、シアン化水素の濃度を測定するというものでした。でえっと当然あの、合わせて胃の中の、えー、生産、 生産の血中濃度も測定しています。で、こうして得られた豚の実験のデータと、そして、定義人事件の被害者のデータと比較するという作業に入りますで。詳しい数値はちょっと割愛させていただきますけれども、えっと、データを比較すると、おおむね、えー、次のような違いが出てくるわけですね。でまずあの、ちょっと前提として、定義事件の被害者の場合、どういうふうな あの鑑定だったかということからお話し,しますと,、えっと、定義事件では解剖をしたのは、えっと、亡くなってから大体1日後です。です。あの時系列で何回も調べているわけではもちろんありませんので、えっと、定義事件の実際のデータとしては、えっと、死後1日の、えっと、データだけがあるということになります。でこの時の、まず胃の内容の生産の濃度と血液中の生産の濃度との間には大差はなかった。 ととということがデータとしてて出ます要するに、えー、死後1日後の胃の内容と,、えー、と血液中の生産濃度はほぼ同じ、1対1。まあ、簡単に言うとです、ね、そういう比率だったと,ということになります。でそして、また、あのー、先ほども述べましたように、この遺体の中の、えー、血中の生産濃度というのは、えー、人の生産カリウムの、えー、致死量の 15倍から24倍というかなり高い数値だったということもあります。で、問題はこの実際の平均実験の傾向と豚の実験の傾向が同じ傾向を示すかどうかということなんですけれども、次に豚の実験の場合、どうなったかということをお伺いします。えっと、先ほど言いましたようにデータを取ったのは、 えー、投与してから2分30秒、15分後、死亡時、あと死後1日、2日、3日後と事件、時間に沿ってデータを取りましたで。その結果、分かったこととして、まず胃の中の血中の、胃の中の生産濃度というのは、えー、と死亡した後時間が経つにつれてだんだん減少していくということが分かりました。で逆に えと心臓とかの、えー、と血中の生産濃度というのは、死亡した後ですね、だんだんあの増加していくということが分かりました。でこれ、どういうことかというと、要するに、死亡した後に胃から体内の、まあ、胃からの生産を投与するわけですけれども、胃から、えー、と体内の各所に生産が、えー、と死後拡散していくということになります。 で死亡してますからも、も例えば普通の生体であればあの肝臓で解毒するとか、呼吸して口から吐き出すとか、あと尿から出すとか、そういうことがあるんですが、もう死亡してますので、そういう機能は働いていません。したがって単純に物理的にですねだんだんこうあの、えー、と濃いところから低いあの薄いところにだんだん拡散していくと、そういうイメージだと思ってください。でこのように、えー、と胃からあの体,体中に、えー、と生産が死後拡散すると。 ということからすると、えー、とこの刑吟事件の被害者の場合、死亡後1日後の解剖時に血液中の生産濃度が高かったというのも、まあ、結局死後拡散が生じた結果であるようにも見えます。で、これは一見あの、刑吟の被害者の血中生産濃度が高かった理由をあの説明するようにも見えて、どっちかというと生産管理だったのかなということを示すものかなというふうにも私も思ったんですけれども、しかしですね、問題はそこではなくて、この 胃と血液の中ののの中生産濃度の比較の問題ですこれから説明しますが、これがちょっと問題だったんですね。でえっと、先ほど述べましたように、低銀の被害者の場合には、えー、死亡の1日後に解剖した結果、胃の内容と血液中の生産濃度はほぼ同じ、1対1、比率にすると1対1でした。で えとこれは要するに、最初は当然、体の体中にはあの生産がないわけですね。でそれが飲んだときに胃でものすごいあの生産があるわけですが、それがだんだん拡散していくということで、要するに1日経ったら胃の中の生産が体中に回ったと、まあ、そういうようなことだと思ってください。で、これに対して、えー、と生産狩りを使った豚の実験ではそうはなっていませんでした。で豚の実験の、えー、と生産狩り、 豚の実験では生産管理を使いましたが、この経口投与後、胃から体内の血液中に、やはりあの拡散はしているんですが、しかしそのスピードが非常に遅いということが分かりました。 えっとですね、豚の実験で使った生産カリでは、死後1日目の段階では、胃の内容の生産濃度というのは、血液中の生産濃度よりもはるかに高いというデータが出ています。大、え、体、っと、だいたいこれ、比率にしますと、あのー、豚の実験の生産カリの場合は、死後1日目での胃の内容の生産濃度と、それから体中の血液中の生産濃度の比率は、だいたい41対1。 から77対1ということで、かなり大,大きいんですね。で先ほどあの、定義人事件の場合は1対1になったということですが、要するに胃から体中に回るスピードが極めて生産管理の場合は遅いとで。逆に言えば、あの定義人事件の場合は極めて速いということが言えるということが言えます。でえー、とちょっとこれは分かりにくかったかもしれませんので、ちょっとイメージでどういうことかというと。 ですね、これはの別にあの鑑定書にはこんな、こういうのがあったわけだかなく私が勝手に作ったわけですけれども、この,あの風船みたいなのがまあ胃の中だとします。で、それで、そこからあのこ四角いのがまあ体中の血液だと思いますと、まあ、投与して、少し後にはまず胃の中だけがこう濃く、体中は薄いと、それが脂肪時にはだんだんとこう外に拡散していく。で、1日経つともうあの胃の中は薄くなって、体中に。 広がっていくと、まあ大体こういうイメージだと思っています。これもまたイメージですけれども、この、えっと、実際の景銀事件の場合と、それから、えっと、豚の実験の場合ですね、これはちょっとあのプリントアウトしたものはモノクロなので分かりにくいかもしれませんけれども、まずあの左側の景、えっと、銀の実際の被害者の場合ですが、胃の中の濃度と、えっと 血中の濃度、これ1日後ですが、これほぼ同じ誤差になっていると。でそれに対して、豚の実験の場合は1日後の、死後1日後だと、胃の中の濃度が非常に高いと,で体あと。体内の血中濃度はまだ非常に薄いと。こういう状況です。まあ、こういったものだとイメージしてくださいます。今申し上げたように、これはまあ文章化すると、ころうになりまして、死、え、後、ー、1日目の軽銀の場合は、えーっと 胃の中の濃度と血中の濃度はまあ等しいのに対して、豚の実験の場合は胃の中の濃度の方がはるかに高いというふうになます。で、このようなデータ、ちょっと今日はあは詳しい数値は省略しまして、あの元のあの私の勝手に作ったイメージの図形だけで説明しましたけれども、このようなデータからこの A 先生の鑑定書は、えー、次のように結論付けています。 まずあの定義事件の被害者の場合には、血中生産濃度は、生産の死後拡散により死亡当時よりも高い値となった可能性が考えられる、これはまあ一般的に拡散するということですね。でその上で、しかし、血中濃度と良い内容の濃度が平行状態となるスピードが、豚の実験よりもはるかに速く、えー、生産下流の場合と同様の傾向が見られたとは言い難い。 でそして結論として、帝、え、銀、ー、事件で投与された毒物を、生酸カリウムや生酸ナトリウムと断定することはできないとしたものです。で、えー、このように、えー、と毒物は生酸カリだと断定した、えー、確定判決に対して、この鑑定書は正面からあの疑問を呈するということになります。で、鑑定書はじゃあ、それはどういう毒物、実際に使われたのはどういう毒物だったのか、青酸カリだとそんなにこう拡散するスピードは遅いのに対して、 定義人系の場合、非常に速いスピードで拡散していると、それは何だったのかについては、そこまではちょっと判定では言えないんですけれども、ただ補足的な見解としましてです、ね、こういうふうに言っています。例えば、これらの生産カリウムや生産ナトリウムなどの生産化合物よりも、生産イオンを分離しやすい性質を持つ物質であった可能性も考慮する必要があると、こういうふうに言っています。 ということで、えーと、ここら辺はまあ、じゃあ具体的に毒物が何なのかと、そこまでは今回の実験では特定できませんが、えー、できません。ただ、えー、このように、えー、と違いがあると、明らかに生酸カリとは違う傾向があるということがの、実験の結果、明らかになったということです。で、えーと、弁護団はこの A 先生の鑑定書を裁判所に証拠として提出しました。 で、これに対して当然、警察官は反論の意見書。そして、えっとその当然、あの、根拠としてですね、えっとこれも別のあの某研究施設の研究者の、えっと仮にここでは M さんと言いますけれども、M さんの意見書を提出しました。で、えっとこの M さんの意見書の内容というのは、おむね次のようなものです。で、あの、もちろん細かくいろいろあるんですけれども、細かい点はちょっと省略して、えっと核となる部分、 のみをちょっとと述べることにしますまずその、えー、と M さんの意見書によりますと、まあ、A, A 先生の鑑定書というのは胃から血液への拡散のスピードが違うので生産回答は断定できないというものだけれどもしかし定義の場合と豚の実験の場合ではこの胃の内容物の条件が異なっているというんですねで定義事件の死亡者の場合には、えーとまあ、お昼休みの後午後3時頃ですから胃の中に 大体50ミリリットルから600ミリリットルの良い内容物があった。まあ、お昼ご飯の残りかなんか分かりませんが、そういうものがあったと。で、そのい内容物があったので、それが溶けて、それによって希釈、薄くなって、えっと、初期の良い内容生産濃度は低くなる。したがって、良い内容の濃度と血液の濃度との差っていうのは、最初から小さかったんだ。そういう可能性があると、そういうことを言っています。でそれに対して、豚の実験の場合には、 実験の前日から絶食状態になっていた。そうすると、胃の内容物はないんで、胃の内容物が溶けて希釈すると薄くなるということはないので、胃内容物の濃度と血,液血中の生産濃度との差というのは最初から非常に大きかったで。このように、帝銀事件の死亡者の場合は、もともとの胃の内容の生産濃度があの、えーとまあ、薄くなってしまっていて、低いために、そのため、に えっと、同じたあの均衡に達するためには、えっと、それほどあの時間がかからなかった。その時間が早かったのだと。で、おおむねこういう批判です。えー、これを聞くと、まあ、なるほどなとも言えるんですが、ただ、えっと、ここにはちょっと誤解があるんですね。というのも、あの豚の実験の場合もですね、あの胃のない 豚の胃のの胃中にはは結構な量の内容物が実はあったんですねでこれはの、えーと、A 先生の鑑定書だけ見て判断された M さんにはちょっと申し訳ないんですけれども、最初の A さんの鑑定書で、あの前日から、A 先生の鑑定書で前日から絶食というのがちょっとありましたけれども、これ、若干不正確で、えーと、実際には前日ではなくて、実験当日の朝から絶食したという状態だったんです。 でそのため、実際には豚の胃の中には結構内容物が客観的にはあったんですね。でこれはあのそこまで重視してませんでしたので、最初の鑑定書には出さなかったんですけれども、あのこれはもう明らかにあの胃の内容物があったというのはもう事実で間違いありませんので、えー、とそこはあの補足あのと、鑑定補充書で、えーと、実はこういう胃の内容物は最初からあったんですよというのを写真も写しまして、添付して提出したということになります。 えと定銀事件の死亡者の場合と,、えー、と、この豚の実験の場合で、初期のこの胃の内容について、えーえー、と違いがあったということはなくて、ですね条件は全く同じだったと、でその上で、こういったあの、えー、と血中濃度がですね胃から体,体中の血液への、えー、と拡散のスピードが違うというのは、同じ条件でやっぱりあのこういう結果が出たんだということが、ここで明らかになったということです。 でえっと、その他、あのデータの解析方法についても、えっと、n さんの意見書というのは、いろいろ批判をしていますけれども、核、ま、心、あ、となったのは、この今言った部分ですので、えっと、ちょっとその他の部分は今日は割愛させていただきます。でこのように現、現段階であの最新裁判では、ですね、えっと、最新請求手続きでは、えっと、こちらからは A 先生の鑑定書、そして,そして今申し上げた、えっと、鑑定書の補充書。 それから検察側から m さんの意見書と、こういったものが出ているという状態になっています。さて、そこで、えー、と今のがまあ裁判の状況ということになりますけれども、やはりじゃあ、じゃあ、その毒物は一体何だったのかということは、どうしてもやっぱり問題になるわけですね。で私たちは再審請求の弁護団ですから、あくまでもターゲットというのは確定判決の誤りを正すと。まあ えっと、最新ですが、ちょっと要件が高くなって、無罪であることが明らかな証拠があると、そういうことを出すということに、まあ、あの視点があるわけですけれども、えっと、したがって極論を言えば、真犯人を探,す出す探し出す必要はない、あるいは実際に使われた動物の正体を明らかにするということは、あの弁護人の役割とはちょっとずれているということも言えるわけです。ただ実際に どういう薬物が使われた、毒物が使われたかということが分かれば、それは当然確定判決を覆す強い根拠になります。生産会じゃなかったということになれば、もともと平沢さんの自白というのは自白ですらなかった、全然デタラメを言ってただけだということになって、えー、とこの有罪判決、死刑の、えー、と大きな根拠になった平沢さんの自白というのは全然根拠はないということになるわけなので、一体どういう毒物だったのかというのは非常に重要だということになります。 でそうすると、じゃあ、ここで、ここからちょっとあのいろんな方の意見を伺った上で、じゃあ、どういう条件を満たす必要があるかということですが、でこの事件は、えー、犯人がわざわざ2回、違う液体を、えー、飲ませている、ここにまずなんといっても特徴があります。そして第1薬を飲ませたときには、誰も倒れなかった。しかし、1分後、あるいは2分後に別の第2薬を飲ませると、次つ々いついと16人が倒れてしまう。で そして、今回の豚の実験結果からも分かったんですけれども、この毒物、低菌事件で使われた毒物というのは、単なる生産カリよりも、生産用の分離の速度が非常に速かった、そういう特徴があるということが言えます。したがって、このこれらの出来事すべてを合理的に説明できるようなものが毒物でなければならないということになります。で残念ながら、これについてはあの推測するしかありません。 でここではこれまで、まあ、いろんなあの弁護団もいろんな専門家の方に聞いてきたりしましたので、えっと、それをちょっと、えっと、いろんな見解をご紹介するにとどめています。まあ、もちろんあの判決も含めて、ちょっと今から紹介いたします。まずは一つ目、これは判決の立場ですね。またあ平沢さんが一旦自白した内容です。で第一役が生産管理などの青酸化合物である。 これは判決の考えで、あの先ほど述べたとおりです。でこの,けあの見解の欠点というのは、第1薬を飲んでも16人全員が、えー、と1分間は何もなかったという点です。で生産カリが猛毒であることは間違いありませんので、えー、とまあ1分間、16人全員、誰も何の異変も生じなかったというのは、ほとんどありえないことだと思います。 またもう、これは先ほど詳しく述べましたけれども、もう一つの判決の、えっと疑問、判決に対する疑問点ですけれども、この犯人は2つ目の液体である水を飲ませる必要が一体どこにあったのかということです。で単純にその全員に一斉に青酸カリを飲ませて、皆が倒れたときに金を奪う、そういう計画だったというのであれば、犯人にとっては、一番大事なのは、漏らさずですね。 一斉に16人全員にその第一薬、生産カレーを飲ませるということだけが重要です。で、一斉に飲ませることにさえ成功すれば、それで作戦はもう成功です。で、その後は、1分か何分か分かりませんけれども、待てれば皆さんバタバタとされるわけですから、えっと、その後は犯人は金を取ればいいだけのことです。なぜ水を飲ませる必要があるのか、これが全く分からないということです。で判決は 水を飲ませたというのは時間稼ぎのためだというような言い方をしています。ただ、この時間稼ぎというのは、よく考えるとよく考えるとがあまり考えなくてもちょっと意味がよくわからない。で、第1薬を飲ませた後、えー、と、第2薬を飲ませるまでの、えー、要する時間というのは1分か2分程度です。で、時間稼ぎをするというのであれば、この1分か2分の時間が欲しかった、どうしても欲しかったということになるんですけれども。えー そんなな必要はないですよね1分程度の時間稼ぎをするために2つの目のひつぎを用意するという必要などない、でえっと、1分くらい時間を稼ぎたいというのであれば、こんな大掛かりなことをしなくてもです、ね、まあ、構成期間であるというふうに言って、じゃあちょっと荷物、片付けますからちょっと回ってくださいって言って、そうやっていればもう簡単に1分か2分は過ぎてしまいますので、時間稼ぎなんて簡単にできるんですね。第2役で水を飲ませるっていうのは全く理解できる で実際に客観的に犯人は2、えー、薬を飲ませています。でこれをなんとか説明するために、ついつまを合わせようとして、判決の方は、第一薬は生産と第二薬は、まあ、時間稼のための水だという、なんかちょっとよくわからない理由をあの後付けで,です、ね、考えたとしか思え,思えないということです。ですからこの、この一つ目の薬が生産会で、二つ目が水だという判決の認定というのは、 ちょっと考えただけでもかなり不自然だということが、ここからも言えると思います。で、えー、とそれからじゃあ、毒物は何だったのかについて、いろいろお聞きした中で出てきたのが、えー、と第1薬がアセトンシアンヒドリン、第2薬がまあ水だったんではない。アセトンシアンヒドリン、あるいは生産ニトリルとも言われますけれども、でこれは旧陸軍で、遅行性の毒物、すぐ即効性じゃなくて、少し遅れて発生する。 えっと、効果が出るのは少し遅い、そういった毒物として開発されてきたと、研究されてきたというふうに言われています。でこれはあのウィキペディアから拾ったあのなんですけれども、えっとまあ。こういうふうにあの、えっと、科学式だとこういうふうになるんですけれども。まあえっと 炭素と水素と窒素だけからなるもので、このこ,こにある CN というのが四半期なので、これが毒性をあの、水素と結合すると毒性を発生するということになりますが、これはあの今言ったように CHN だけからなりますので、これはもともと体内にあるものですのであの、まあはあの、解剖してもなかなかこういうのが出てこない可能性があるという意味であの、発見されにくいということも言えるのかもしれません。で、こういった特殊な毒物ですね。 でこれはだからのシアンシア CN キがこの水素と結合してシアン化水素を有利するとで、それで強い毒性があるというふうにされています。でこういった特殊な毒物を平沢さんが入手することはど、まあ、んどん無理ですので、毒薬の正体がこれだったとしたら、平沢さんが犯人である可能性は低くなるということになります。でそれからこれも専門家に聞いている中で出てきた、こういうものの可能性はあるんじゃないかと言われたのが、 えっと、第一薬が生産配当体、アミグダリンといわれるもので、第二薬が酵素、ベ,ベータグルコシターゼといわれるもの、これあの酵素の例としてこういうものが挙げられましたで。この生産配当体というのは、あんとか桃とか、えっと、青梅などの種子に含まれるもので、えっと、糖とシアンが結合しているとで。これに酵素を加えるとシアンが現れて、胃酸と反応するとシアン化水素が発生するということです。 でえっと、この第2薬がこの酵素だったということなんですねで。この見解の最大の特徴としては、この第1薬と第2薬が合わさって初めて毒性を発生するということで、これは犯人が、本件の定義時間の犯人が、えっと、あえて2種類の薬物を飲ませたということ、あるいは第1薬だけは誰も倒れなくて、第2薬を飲んだ後にみんな一斉に倒れた、こういったことをよく説明できるということになると思います。 で体内要するに体内で組み合わさって、えー、と化学反応を起こして、体内で生産が発生したということですね。で、えーとまあ、こ,れあのこれもあの、まあ、こういう組み合わせで、もしこれが毒物であるとすれば、平沢さんはこういう知識を持っているとは到底は思えませんので、これも平沢さんの無罪ということを裏付けることになると思います。ただ、この見解についてあの、いろいろ専門家の方にも聞いたんですけれども。 この方法だとです、ね、この生産配当体がかなりの量が必要なんじゃないかと、でえー、とそうすると、もし第一薬がの生産配当体だとすると、かなりの量が必要なんで、相当このドロドロした粘着性の液体になってしまうんじゃないかということで、えー、とちょっとあの生存者が証言する第一薬の様子とは違うんじゃないかと、こういったご意見もありました。 ただ、こういったことは、あれこれ推測するよりも、実際にこの実験をしてみれば分かることなので,で、これはちょっと後で述べますけれども、の豚の実験の後に弁護団は、今度はまた別の専門機関に依頼しまして、今度はあの試験管だけでの実験で、こういった組み合わせだと、こういったあの生産が発生するかどうかということをちょっとあの依頼して、その実験もやっております。えっと、でえっと,ということで、これはちょっと後で述べます。 その他ですが、これまではいろんな専門家に聞いた、で出てきたまあ毒薬の候補ですね、これを挙げましたが、大体以上のとおりですで。さらに言えば、うん、第一薬、第二薬といっても、それぞれああの決めつけはちょっといけないと思っているんですが、それぞれ一種類の薬物、毒物だけとは限らないかもしれない。第一薬が複数の毒薬か、あの薬物かになっているかもしれない。 えとその薬、あるいは複数の薬の組み合わせというのは、生産を効果的に発生するために、特定の例えばです、ね、薬物じゃなくて、pH、pH ですね、酸性とアルカリ性の度合いを調整するための何らかの液体だ,あのだったという可能性もありますので、そこら辺を第一薬と第二薬で調整して、えーと、生産が分解しやすいようにするような工夫がなされていたのではないかと、そういうことも可能性としてはあ考えられる。 ということになります。あのそうやっもちょっとその視点は弁護団としては持ち続けなければいけないというふうに思っています。で、えっとつまり最後になりますが、あの今後の展望ですけれども、えっと、以上のようにこの A 先生の鑑定というのは鑑定及び鑑定保証書というのは確定判決の認定を正面から否定するものというふうになっています。 で検察官もその先ほど言った M さんのえっと意見書というのを出されましたけれども、これはまあ私の視覚的なあの印象としては、あまりその M さん、検察官が出したあの意見書というのはそ、それほどインパクトの大きいものではないなという感じはしています。でえっと、かつ、これに加えて2つの薬がこれとこれの組み合わせであるということであれば、定義の死亡者の血液内の生産濃度のデータなどを合理的に説明するということが可能になる可能性もあります。 こういった毒物の可能性があるということまで指摘できればです、ね、当然、最新の門に近づくということになります。最新弁護団は、鑑定書を書いていただいたその A 先生の,のご提案もありまして、えっと、今度はその動物実験ではなくて、あまあ、研究施設に、えっと、今言った複数の薬物をです、ね、組み合わせて、試験管の中でちょっと生産、実験して、生産がどのくらい効果的に発生するかと。 ということをやってもらったらどうかということで、えっと、インビトロとか試験管の中でというふうな言い方をするらしいんですが、その実験をあの研究施設に依頼しましたで、えっと。それで、昨年この実験はもうすでに終わっておりまして、えっと、もうデータが出てきていますで。今現在どういう状況かというと、このえっと、今まで協力していただいたこの A 先生のところに,に依頼しまして、今あの、弁護段階にも何回も A 先生を交えて開きまして、 えとこの大体こ、これはこういうことじゃないかというのは、そのデータの解析というかですね、それを今、弁護団会議であのずっとやっているという状態です。でまた、A 先生にもそれに、このデータに基づいて意見書を今度書いていただこうと、まあ、そういう状況になっています。まだその、えー、と内容については途中ですので、ちょっと詳しくはまだここでは申し上げられないんですけれども、私の印象としては、いろいろと分かってきたところがあるなということは思っております。 でえっと、以上、ご報告しましたように、この最新事件というのは、ちょっとゆっくりではあるんですけれども、確実にちょっと道は開けているんではないかというふうには思っています。ただ、とはいっても弁護団としては、ちょっと早く最新のものを開きたいという焦りも多方であるわけですけれども、えっと、今後の予定としては、今言ったあの、えっと、インビトロの実験の結果を、あのこれもまた場合によっては報告書かなんかで出すというのと、 あと、弁護団としても、あの最新請求書の補充書をあのできるだけ早く出したいなというふうに思っています。あの現状としては以上のような状況です。ご説明ありがとうございました。えっと、これはの、えっと、10月のですね、矢沢銀行エバラ支店ちょっと待ちください。はい、はい、どうぞどうぞ、まず先生のお答えから。矢沢銀行エバラ支店の事件についても、平沢さんは確かに聞かれてまして、 それは確かですね、ちょっと今、ちょっと正確なのを覚えていませんが、まあ、趣旨としてはですね、あのなんか非常に薄かった。生産から使ったのよなんか薄くて失敗したみたいなことを確か言って、まあ、そういう自白をさせられたっていうようなことは、ちょっと読んだ記憶がありますので。でまあ、ただ、あの今おっしゃったようにですね、えー、となんかそ,そんな、なぜかその何回も繰り返してですね、 やるっていうのも、まあ、どうなのかなという感じでは、私も思いますね。あの疑問に思われるのは当然かと思いますあ。あまりすることはないと思いますが、ただ、ここはです、ね、ちょっとあの M さんにもちょっとお気の毒、M さんの方にもちょっとお気の毒だったんですが、あのちょっと最初の関係者では、あまりその胃の内容物について、ものすごくこう、中止してたわけでもないというのがありまして、ちょっとこの、まあ、大きいというかですねあの、前日から絶食というのは確かに確か書いてあったんで、 そこにちょっと M3 の方が飛びついて、そういう話をしたんだと思います。ですからちょっと誤解があったということもありまして、うん、なんか意図的にやったとかですね、あまりもお粗末だったということではなくて、まあ、ちょっとあ<ー>あの若干 M3 には大きなことだなという感じもしています。あともう一つ言うと、M3 の別に意見書というのはあの、今のは中心部分ではありますけれども、ちょっと他にもいろいろ論体はありましたので、必ずしもあのあのものすごくお粗末ということではなかったというふうには思っています。 今、私はちょっと毒物を中心に、あの要するに、まあ、いわば半分けみたいにしてて、毒物中心にあのやってますのであの、私の場合はちょっと毒物を中心に話しましたけれども、もちろんこの最新請求においては、あの毒物は中心論点の一つであるんですけれどもあの、それだけではないわけですね。で原先生もおっしゃったように、目撃証言の信用性、あるいは自白の信用性と、それからその一つとしてはあの、えっと、筆跡もあると。 いうことですで筆跡についてはすみません、あまり今回の再審請求で、そこまであまり重視してないというのもあって、あのえっとまあ、裁判所に、えっと、交渉をしたときもですね、まああの、やっぱりちょっとどうも我々の見方からして、まあ、毒物とかね、そのあたりを中心に見てるのかなという印象を持ちましたもので、特、まあ、に焦点を絞っています。で筆跡については、あの本件がどうかというのはちょっと分かりませんけれども、あのえっとですね、 要するに指紋とかは、まあ、もう一生不変なんです。で、人によって絶対同じということはない。ところが、筆跡というのはその、えっと、書いたときの状況とか、あるいは年齢によっても筆跡が変わるという、まあ、可,変て可変性を要すると有するということもありまして、えっと、必ずしもです、ね、決定的に重要な証拠とはなり得ないんではないかというふうな、まあ、一般論にはなりますけれども、そういうふうに思っています。 ですね、あの私もちょっと冒頭で申し上げましたように、私が加わったのは19時からなんですね。で、その前に、いやだから加わった時もきもう 19, 19時までやってるのかって、ちょっとびっくりしたんですけれども、ですからあのなんて、ちょっと正直、自分の体験としてはそこまであの、その19時までの以前がどういうことだったのかって、今一つよく分からない、でまあ、一回聞いたのはあの、平沢さんご自身があの請求をしたということもあって、なんか簡単にこう却下されてしまったとかですね。 それでちょっとと数が増えたといいう,うにも見ていますで、えー、とアメリカの影ということですが、あの関係者の方も,も本当にいろいろ亡くなられておりまして、今現在では、少なくとも今現在です、今現在はあのそういうことはもちろん全く感じることはありません。ただ、あの先ほどちょっと出ましたけれども、もともと旧陸軍関係者ではないかというふうに疑われていて、捜査機関もそういうふうにそこに焦点を絞っていたと。 これは大使期とかいうものでも出てますし、そこは明らかなんですね。ところが、あの冒頭であの山田先生がおっしゃられたように、昭和23年というのがちょうどこう転換期で、戦、え、犯、っと、たちが次々とあの、えっと、免除されたというような時期と重なって、この事件が起こっていると。で突然その、どっちらかというとマイナーな証拠だったあの、えっと、名刺ですね。 で、そちらから平沢さんに行ったというのは、ここは確かにあの状況からして何かあったのかなという感じはしています。ただ、ちょっとそこはもう私も自分の経験として今あるわけではなくて、あの20時に関わるものとしては、ちょっとそこら辺が若干遠い話になってるんで、今少なくとも今現在なんかアメリカの圧力とか、そういうものは少なくとも私は感じたわけではあります。ただ、あの過去にはそういうのはあったんだろうなというふうには思っています。 あの、えっと、登戸研究所ですね。で、あの、これ、あの、すみません、あの、生産ニトリルと書いてあったんですけどアセトンシアンヒドリンっていうところです。私もすあんまりそこら辺詳しくないんで、ちょっと本当にあの、専門家の方の、先ほど出てる A 先生の話とかを伺って、いろいろご示唆をいただきながら、弁護団としてもやってるっていう状況なんで、あの、ちょっとごめんなさい、あんまりこう、じゃあ最新のやり方としてどういうのがあるかっていうのままだわからないんですね。ただ、 あのこのインビトロの実験についても、結構要するにあの、えっと、危険な実験ではあるんですよ。あの、シアン化水素が発生するようなところですから、したがってちゃんとした施設をつくら使わなければいけないということもありまして、これもまあ、あの先ほど動物実験が大変だと言いましたけども、これもそれなりに結構大変な実験です。で、えっと、まあ、もう少しちょっと補充しますと、あの、えっとですね。 まあ先ほどあの、えっと、アミグダリンか、あの生産配当体の場合には、分析するためには、ちょっとあの、まあ、専門家の意見を聞くと、こうもうごく量が必要なんじゃないかとか、あのそういうことがありましたでこれはあの理屈から言うと分かるんですね。アミグダリンとかっていうのは分子式がものすごく複雑になって、分子量が多いということも分かるんで、そこからあの毒物はその一部だけなんで、それをあの取り出すというのであれば、相当いろんな、こう、 あの、重量が増え、分子量が増えたり、あの、重量が増えたりということがあるんで、というのは、これはまあ、理屈からわかるんですが、ただ、やっぱりあの、理屈だけではわからないんで、実際にそこはもう、論より証拠で、あの、実験をしてみるということがあれば、あの、いろいろわかるかもしれないということです。で、えっと、ちょっと話は飛ぶんですけども、これあの、まあ、いろんな本当に専門家の方に聞きまして、えっと、アメリカのですね、えっと、 アンソニー・ツー先生という方がいらっしゃるんですけども、その方が来日されたときにもちょっとあのお聞きしたことがあるんですね。で、それでこういった話をしたところ、もうもうな開口一番言われたのは、それを実験すればいいじゃないっていうふうに言われたんですね。で、ただ、その実験は結構あの大変なんであの、そう簡単にいかないんですよみたいなことも言ったんですけども、やっぱりそこら辺はあの、えっと、理屈だけでは分からないと。で、そこはあの実験してみれば逆に簡単にね。えっと 理屈では見逃した点とかが出てくるというので、あの実験すればわかるということで、やっぱりちょっとそこら辺はどうしてもやらざるを得ないのかなというふうに思います。だもうちょっとうまいね、あの効果的なやり方があればいいんですけども、我々もちょっとあまり知識がないもので、そこら辺はこう専門家の方のご意見を聞きながらちょっとやってあの進めさせていきただいくという,うそういう状況です。はい すみません、私もちょっと一言だけあの心理学のああいうじあの実験とかという鑑定を今まで、えー、と事件のたびに何度も出してきてます、えー。実はかなり厳しいです。やっぱりそれを素直に受け入れられるということはですね、本当にあの、まあ、少ないと言った方がいいですねあの。条件が違うじゃないかって言われたら、もう一発でアウトなんですね、それはね。それは分かってやってるわけですけどもね。 でも、実は心理学的な知見というのは、いつもあの門前払いずっとされていたんですけれども、少しずつですね、向こう、向こうっておかしいんですけども、えー、裁判所も、検察も、警察,察も意識し始めてます。で、そういう判決も、少しずつですね、取り入れた判決も出ていて、この間出てきた日野町事件という最新開始決定が出されて、まあ、今回はちょっとそれを採用できませんでしたが、 例えば心理学的な教実分析というような方法もですね、取り入れたりとかですね、そういうことで少しずつ、えー、変化はしてますし、それからあの録音、録画みたいなものもね、心理学だけではないですけども、ずっともう2 30年前からずっと言い続けているようなこともですね、えー、実現していることもありますから、わずかずつですけれども、ちょっとずつ変化はあります。 血中濃度が致死量の数十倍というのは、致死濃度の数十倍ということか、それとも致死量を摂取したときに推定される濃度の数十倍という意味か、というご質問がありました、えー。すみません、私もちょっと正確かどうか分からないんですけど、致死量っていうのは、単純にあの、えっと、血液何ミリリットル当たり何マイクログラムの、えっと、生産があるということで、計算してますので。 あの血中のっていうのはあの、まあ、一般にこの致死量っていうのは、これ、あのまあ、生態実験できるわけじゃないんで、あの致死量がそもそもどのくらいなのかっていうのは、ああの正確に分かるわけではないんですが、あの生産中毒で亡くなる方っていうのは比較的多いので、それでおおむね、えっと、ちょっと今、ごめんなさい、数字忘れましたけれども、不正確になってしまいますので、ちょっと言えませんけれども、血液1ミリリットル当たり何マイクログラムというのが一般に致死量と言われていると。であのそれがあの えとこのご遺体の血液から採取した場合にそれをあの数十倍を超えていたとあの、そういう趣旨であります。ちょっとこれであのご質問に対する回答になっているかどうかあの分かりませんがあの、そういうものだと思ってください。それから、えーとえーとですね、第2次再審世求について、裁判所の判断が出る時期のメドはということですが、これはちょっと今、何とも分からないです。 結構時間経ってますし、我々もあのこう補充症を出したいとかって言ってて、まとていただいている状態もありますのであの、こちらとしてはもう少しちょっとお時間いただきたいと,というところです。はい、あのちょっと実験についてはまだ分からないとしかい言いようがあります。もう一つ最後になりますが、えっと、実験動物として豚を選んだ理由は何だったんでしょうかというご質問です。でこれはあの、えっと、A 先生の話で、あのまあ よくあの実験動物だとモルモットとかですね、あのそういうのを考えられるんですけれども、やっぱりちょっと体が小さい。で、えー、とどうしても、それだといろいろなです、ね、あの数値とかが人間とちょっと違うんじゃないかというのはどうしても出てくると。そうすると、人間に近いあの、えー、と動物としてまあ考えられたのが豚だったと。で、えー、と豚の今回申し上げましたように、だいい三35キログラム程度の豚を、 あのハットを、えっと、実験に使わせていただきましたでこれはあの先の比喩はちょっとあまり適切じゃないかもしれませんが子どもの大体体重と同じくらいということでまあ哺乳類で人,人間に一番近いんじゃないかということでそれであの豚ということになったという次第ですえっとあの最新弁護団の えー、主任の弁護人を務める一ノ瀬啓一郎と申します。今日はどうもあの最新のお定義事件の関係にお集まりいただいてどうもありがとうございます。まああの中身のことについてはあんまりもう申し上げませんが、まああの弁護団としてはですね、やはりこの戦後の、えー、まあ象徴的な冤罪事件の一つとしてですね、えー、やはり定義事件の冤罪が晴らされるということが。 日本の刑事手法のですね、えー、適正なあり方を一つが実現できているかどうかの一つの大きな、まあ、メルクマールになるものというふうに、まあ、弁護団としては確信をしております、えーまあ、19時の最新請求というのがですね1989年から取り組まれてそれが請求人の方が佐田道さんの養子だった方が 2013年に亡くなられましたでそれで若干時間が空いて2015年からですね現在我々が取り組んでいる第20次の再審請求というのを取り組んでおります、まあ、そういうことでいうともう既に足掛けでもう9年目ぐらいに入ってしまうんですけどもやはりその時間がかかったのはですねやはり毒物の鑑定をですねやってくださる方を探す。 そしてまたそれを準備する過程そしてまたそれをまとめる過程などにですね時間がかかってしまったというのが、まあ、大きな原因かなというふうに思っております2015年に再審請求を出した時にはですね実は毒物関係の方は請求書の中で問題点を指摘しているだけで具体的な証拠としてはですねまだ出していなかったんですね えー、20時請求を出した時には、えー、実は供述分析、えー、すなわち今日お話しいただいた、えー、目撃供述に関するう心理学鑑定と、えー、もう一つは、えー、自白に関するう心理学鑑定それからまた、えーえー、筆跡鑑定ですねというものを出しました。えー、19時ののというのは 再審、えー、請求人が亡くなられたということで終わったものですから、えー、19時の再審請求で提出をしていた証拠関係もです、ねえー、20時で取り上げることもできたんですけれども、えー、その中で、まああ、19時の中で、えー、取り上げられていたものもです、ねえー、20時では現在、えー、逐次、えー、提出をするような形で、えー、やってきております。 でまあ、9年目にもう入っているという最新請求なものですから20時の最新請求ですからまあ我々としてはですね、えー、まあ今年ぐらいは大きな、まあ、まさに決着をつけなければいけない時期だというふうに我々としても思っております、まあ、つまり最新請求ですから最新請求の事実の取り調べというのをですね裁判所に要求をしていくそのためにはやはり専門家である鑑定人 そしてですね意見書を出しておられる方々の証人尋問をですね勝ち取るということがまあ今年の大きな課題になるのかなというふうに思っておりますが、まあ、そのためにはやはり弁護団だけではなくてですね社会的な運動としてこの定義事件の再審請求について裁判所に対してですね大きな関心を世の中の人が持っているんだと。 まあいうようよなことととがですすねぜひとも必要だと思っております、まあ、弁護団は、えー、支援の運動の会の方々と力を合わせてですねそういうふうな運動を今年2023年ですね今年はまあそういう運動も取り組んでいきたいというふうに思っておりますので皆さんのお力をぜひとも一層お願いしたいなというふうに思っております。 そういうふうなことを弁護団としても皆さんにお願いして私の発言に返させていただきたいと思います。